が丘の皆様、こんにちは。電動車の神田直樹です。本日1ヶ月一度の自由が丘駅前の街頭演説と、またバイブル配布を皆様にお届けしたいと思っております。聖書が語るイエス・キリストは、私は道であり真理であり命であると言われました。第1番目、道というのは、その場所を踏みつけ、そして目的地へ行くという、そういう、皆さん、イエス・キリストは私たちのこの世から天国へつなぐ道として、そしてもう一つ、道というのはね、踏みつけられるものですよね。つまり踏みつけられるとは、私たち人間のその罪のためにキリストは十字架で踏みつけられ、そして墓に葬られ、3日目によみがえられました。今日、自由が丘の皆様に、今改札口を通って、そして出てこられる、そして改札口を通って駅舎に入られる唯一の門、駅の唯一の門は改札口ですよね。それと同じように、天国の唯一の門はイエス・キリストです。私たちの人生の中でいろんなことがある、2年、3年目になります新型コロナのパンデミック、私たちにとって生活を一変させましたよね。コロナのパンデミック、2020年3月11日 WHO はそれを宣言しました。しかし今日、自由が丘でイエス・キリストの愛、福音がパンデミックしている。皆さん、キリストの愛が満ちています。目に見えないけれど、ここに神がおられます。ここにジーザスがおられます。マスクは私たちの口や鼻を覆って、いつも共にいて、感染から守るように、このマスクが私たちと共にあるように、イエス・キリストは目に見えませんけど、あなたと共にいてくださいます。ザ・バイブル聖書を本日お配りし、また自由が丘のあなたに、この自由の丘、いい名前ですね。自由、ザ・バイブルは語ります。真理はあなた方を自由にする。つまりですね、国立国会図書館に行くと聖書の言葉掲げられています。真理が私たちを自由にする。つまりそれはですね、私たちは何かにとらわれてるんだ。例えばですね、恐れ、そして脅迫がいい、何かしなければならない、ねばならない、しちゃいけない、ねばならない、そういう奴隷にある。でも皆様、そこからの解放、イエス・キリストは今日、私とあなたに自由を与えてくださいます。真理が自由にする。命、その命が私たちを元気にする。命の意は生き生きですね。今日あなたは生き生きしてますか？もしあなたがイエス・キリストを信じるなら、生き生きとすることができる。2番目、のびのび。こんにちは。のびのびとは、ね、自由だってことです。さあ、あなたは自由でしょうか？日本は世界的に見ても自由な国だと思われています。でも民主的な国かと言われると、ね、結構下の方なんですよね。意外でしょう。日本って自由なようだけれど、案外この男女の差別があったりね、自由じゃない、民主的じゃない。まあ例えばですね、日本には2つの法律があります。1つは目に見える法律、もう1つは目に見えない法律、空気です。空気で、その目に見えない法律、空気が読めないとね、空気読めないって、ね、罰せられたり、またあなたは結構平気だと思いますけどね、空気読めない人っていうのは、ね、嫌われることがあるんですね。まあでももっと言えば、空気っていうのは人の気持ちです。人がどう感じているか、人がどう思ってるのか、今人が嫌がってるのか、人が喜んでいるのか、そういう気持ちを読むことができるとしたら、それは素敵なことですよね。
イエス・キリストは私たちの気持ちを理解し、目に見えないその気持ちを理解し、そして私はあなたを愛してるよ。こんにちは、自由が丘、本日1ヶ月一度の街頭演説、そして聖書配布をしております。博士のシルバーのお父さんや、また茶髪のお姉さん、それからね、パープルのコートのお姉さん、ダウンのお母さん、もういろんなね、もう目を楽しませてくれます。イエス・キリストという方は、こんにちは、お兄さんたちそろそろ受験じゃないですか、頑張ってください勉強ね。でその改札口を通って駅舎に入るようにね、天国へ入りたければイエス・キリストを通って入りましょう。イエス・キリストは語ります。私は道であり真理であり命です。道、真理、命。まずキリストは天国に入るための道。今日この十番場から例えばこのバス停に行くとかね、それから近く、この近くには学校がいっぱいありますけれど、その学校へ行く、そのためにも道がある。そして道があるから分かるんですね。道がなければ、あれどっちだったっけな、方位磁石を使ってね、でも方位磁石もね、ちゃんと北を指してくれる方位磁石もありますよね。富士山の山の中入るとね、ぐるぐる回っちゃってね、分からない。私は一体誰なのか、どこにいるのか、そしてどこへ行ったらいいのか。皆さんそれね、誰のこと言ってますか。そう、私たちのことですね。こんにちは、高校生のお兄さん。試験も近いと思いますんでね、勉強も頑張って。そして今日あなたに聖書をお配りしてますんでね、聖書も勉強してくださいね。イエス・キリストはあなたを愛してます。このね、聖書を一言で言ってみろ、それはね、イエス・キリストはあなたを愛してる、この一言なんです。聖書を一言で歌った賛美歌があるんですよね。イエス・ジーザス・ラブス・ミー、イエス・ジーシュアレを愛す。つまりね、この私を、ちっぽけな罪深いこの私を神様が愛してくれてる。皆さん、これが聖書のメッセージ。こんにちは、黄色い帽子をかぶってね、私もね、何十年か前はね、黄色い帽子かぶってね、小学校行きました。面白いですね、昔も今もね、小学生黄色い帽子かぶってね、目立つってことですね。小さな子がイエス・キリストは真ん中に連れてきて、この小さな子供のようにならなければ天国へ入れない、こう教えられたんですね。小さな子供のようにわがまま勝手で自己中心でってことじゃないですよ。小さな子供のように素直にならなければ。イエス・キリストはとかく軽視されがちな子供を真ん中に連れてきてね、こんにちは、こんにちは、伝道者の神野直樹です。自由が丘のあなたにジーザスの愛、イエス・キリストの愛、お届けいたします。皆さん、自由な丘、自由を与える丘、それはまさに2000年前イエス・キリストがカルバリーの丘で十字架にかかった。皆さん、私たちがイエス・キリストの十字架を受け入れるなら、あなたのために死んだイエス・キリストの十字架を受け入れるなら、本当の自由が丘、本当の自由になります。ユダヤ人たちにイエス・キリストはこう言いました。真理があなた方を自由にする。ユダヤ人怒ったんですよ。俺は自由人だよ。自由が丘の皆さんもね、私は自由人だってそう思われると思います。でもこの言ってる意味の自由というのは、罪から自由になってますか。罪というのは何か、自己中心、神中心じゃない世界、それを罪と言う。その罪のままでは神様から離れてるから、人は死ぬ、一度死ぬことと、もう一度裁かれ死ぬ。皆さん、私たちはね、今罪の状態にあるんですよ。聖書はそう語るんですね。今罪の状態ですよ。例えばですね、
まあ、痛みを感じないがんっていう、そういう部位によってはね、そういうがんがあります。で、気がつかないでがんが進行するようにね、で、お医者さんが教えてくれるように、今日高校生のお兄さんもね、私たちは神を知らない、神から離れた罪人ですよ、その罪のまんまでは滅んでしまいますよ、でもイエス・キリストが来られて私たちの罪を許し贖い、私たちを罪から救い、死から救い、永遠の命を与える、皆さんそのことのためにキリストは十字架にかかったんですよ、そう、人となった神イエス・キリストはあなたを愛してます、あなたの罪のために、こんにちはお姉さん、イエス・キリストあなたを愛してます、ジーザス・ラブ・シー、イエス・ニン・タン・スー・サラ・アミダ、イエス・アイ・ニー・マハルカニ・ジーザス、愛してるってね、これね、どこの国でもいい言葉なんですけどね、日本でね、愛してるって高校生の中学生かなお兄さん、愛されてるよって言ってね、いや、なんか照れちゃう人もいるかもしれない、愛されてるってね、日本ではね、あんまりいい言葉じゃないんですよね、実は仏教では愛されてるっていうのは悪い言葉です。そしてもう一つ、男女の関係を指す言葉なんです。だからキリスト教聖書がね、神があなたを愛してるっていう時にその言葉を使おうかどうかね、迷った。で、聖書は最初ね、愛してるとラブという言葉をね、どういうふうに訳したか、あなたのためなら死んでもいい、あなたのためなら死んでもいい、まあ、そういうふうにね、聖書では最初語ったんですよね。ところがちょっと長いですよね。だからやっぱり愛になったんです。イエス・キリストはあなたを愛してます、こんにちは、人友のために命を捨てる、これより大きな愛はない。関係が切れた私と神との関係をつなぐために、2022年前、神の一人もイエス・キリストは生まれました。そう、聖書のヨハネ15章にこう書かれてます、私はブドウの木、あなた方はその枝、ブドウの木と枝ってつながってますよね、つながってるから実を結ぶ、あの美味しいブドウの実を結ぶ、まあブドウが好きな人、まあ私ブドウ好きじゃないけど、でもつながってると命がある、つながってるとどうなる、皆さん神とつながるとね、第一番ね、罪が許されます。罪って何でしょうか、神と切れてること、皆さん切れてるとね、命来ないですよ。ある時ですね、私がスーパーカブって 50cc のバイク乗ってね、走ろうとしたんだよ、カブでブル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 、音だけするんだけどね、エンジンかかんない、スーパーカブ、今ねスーパーカブってバイク人気あるんですけどね、まああんま興味ないですね、スーパーカブです。でもね、エンジンかかんない、どうしてかかんないのか、あのバイク、そう、スイッチが切れてたんですよ、オフだった、スイッチがオンに入れたらドルーンとエンジンがかかって走り出した。そう、罪とはオフの状態、オフではエンジンかからないように、オフでは神と切れている。皆さん、この切れた状態を罪というんです。罪人って言われた時にね、いや、昨日はですね、川越にある刑務所に行ってきました、まあ、そこで私は牧師ですからね、慰問してくる、で厳しいんですよ刑務所ってね、もう本当に自由がない、まあ、そこでですね、聖書の言葉を語って励ましてきた。で、罪を犯すとね、先日、まあ、起訴された、あの元都議、無免許都議と言われたね、あの方、まあ、実刑になりそうですね、まあ、そうすると刑務所に入る、まあ、刑務所に入るとね、まあ、それはね、前科者になる。皆さん、聖書が、キリスト教がね、罪という時にね、それは私たちが犯罪を犯したってことじゃないんです。神を信じない、神から切れた状態、神に背を向けてる状態、これを罪と言う。しかし、その罪を許すためにイエス・キリストは十字架にかかり、そして死んで墓に葬られました。
キリストは復活しました。十万の皆さん、あなたがもしイエス・キリストを信じるなら救われます。素敵なお姉さん、あなた愛されてますよ。で、聖書はですね、福音、グッドニュースはこの3つだって語るんですね。第1番目、それはあなたの罪のためにキリストが十字架で死んだ。2番目、キリストがお墓の中に葬られた。3つ目、キリストが復活した。皆さん、この3つが福音だ。これを信じたら救われるんだ。皆さん、これがね、聖書のザバイブルのメッセージです。今日あなたに、十ヶ丘のあなたにお届けしたい。高校生の君にも伝えたい。イエス・キリストはあなたを愛してます。そちらのお父さんもお母さんも素敵なね、ベージュのダウンを着たお父さんです。あなたは愛されてます。黄色の帽子をかぶった小学生のあなたも愛されてる。君もね、愛されてる。イエス・キリストは十字架にかかり、こんにちは、お元気ですか。知らない人についていかないようにね。でもイエス・キリストにはついていってください。イエス・キリストって誰か。君たちを作った神様です。その神様は、神様って言っても目に見えないでしょ。神様ってどこにいるんですか。神様見えません。でも2022年前に神様が人間になって来てくれた。それがイエス・キリストって人。そのイエス・キリストという人はね、今も生きてるんですよね。だからね、今年2022年でしょ。イエス・キリストが生まれたその時をね、クリスマスって言うんですよ。クリスマスで、クリスマスに来てから2022年、そんな長いこと生きてる人ってね、なかなかいないですよね。で、多分ね、知ってると思いますけどね、今年は令和4年、令和で、これはね、前の天皇陛下が終わって新しい天皇陛下になって、それから4年、その国の統治者の 年月なんですよね。4年で、2022年っていうのはね、イエス・キリストは今も生きてる。皆さん、キリストって方はね、まだちっちゃい小学生ですからね、自分が死ぬなんてあんまり考えたことないけどね、僕がね、小学校の時、小学校でね、学校に行ってる時にね、まあ心臓が弱いお友達がいたんです。心臓が弱いで、その友達はね、松本益吉くんっていうんです。心臓が弱くてね、いいなあ、学校休めてね。まあこの間休んだばっかだからね、休むとね、ずる休みって言われるからね。でも松本益吉くんはね、しょっちゅう学校休んでた。いいなあ、そう思ってたらね、松本益吉くんはね、心臓が弱くてね、ある日死んじゃったんですね。いやー、悲しい、寂しい。皆さん、小学生でもね、死んじゃう人っているんですよね。まあそういう話もね、やめよう。あのスケートボード、キックボードでね、あの夏休み事故に遭っちゃった、そういうね、あの小学生もいるんですけどね。これから希望があります。もうね、今中学校、これからお受験するのかな、それともエスカレーターでね、中学校そのまま行けるのかな、慶応か青山か、どっかいい中学行くのかな、 お嬢ちゃんたち、まあ、なぜね、いい中学行くのか、いい高校へ行くためだ。なぜいい高校行くのか、いい大学行くためだ。なんでいい大学行くの、いい就職をするためだ。まあ、しかしね、就職したってね、大変ですよ。毎日お仕事しなきゃいけない。まあ、いろんなね、ネクタイ締めたね、おじさんとかね、あのかっこいいね、スーツ着たお姉さん、OL、ああいう人たち見ててね、毎日毎日お仕事してね、ぜひね、夢を持ってください。夢。私たちの人生っていうのはね、ただいい会社勤めてね、いい学校入ってね、そう、いい結婚ができる。結婚するとね、今度子供が生まれてくる。まあ、将来っていうのはね、大体ね、そういうもんなんですけどね、そうやって考えちゃうとね、面白くない。未来にはね、無限の可能性がある。
で、この間元 ZOZO タウン社長の前澤さんっていう社長さんはね、宇宙行ってきたんです。宇宙ロケットに乗ってね、宇宙行ってきて、そして帰ってきた。まあその後ね、あんまニュース出てこないんですけどね、大して面白くなかったと思うんですよね。宇宙行ったってね、誰も命がない。私たち、僕たち、一番美しいのはこの地球です。地球、聖書はこの地球は神様が作ってくれたって。なんでこの地球を作ってくれるのか。それはね、僕たち、君たち、あなたを愛してるから。あなたを愛してるからね、この素敵な地球を作った。例えばね、あの前澤さんね、あの宇宙行った時にね、宇宙服着てね、ちゃんとね、あのカプセルの中に入って、空気がある、空気を作る、そういう装置の中でやっと宇宙行けたんです。でもこの地球ってすごいんだよ。マスクしてるけどね、何もなくたって空気吸えるしね、ちょうどいいでしょ。ちょうどいい、寒い、暑い、ちょっと寒いね。でも今日は暖かいよね。春近づいてきてます。皆さん、なぜか、それはイエス・キリスト、その神様が僕たち、君たち、あなたたちを愛してるから、大好きだ、イエス・キリストは大好きだって、あなたを愛してるって言うんですね。皆さん、それが神の愛、イエス・キリストの愛、どんな愛か。あなたのために命を捨てていい、友達のために命を捨てていい。いや、嫌ですよね。まあ、僕にはね、今中学生、高校生、大学生の子供がいます。4人子供が。でね、子供たちに聞くんですね、何が一番大事。そうするとね、命が一番大事。そうだよね。その小学生のね、女の子もそうじゃない、命が大切じゃない。だって命なくなっちゃったらね、もう何もできない。命あってのものだねというかね、命あるからね、毎日勉強できるし、マスクもできるし、そしてランドセル背負ってね、学校行ける。これね、本当にね、生きてるってすごいんですよね。でもね、命をくれたのはね、神様。あ、なんで知ってんの、すごいもしかして教会行ったことあるまあ、あのね、教会行ってなくても分かりますよ。神様が命くれた、くれたっていうよりもね、もっと言えばね、命を貸してくれてる。命ってね、借りてるんですよ。借りてる、借りてるもの。例えばですね、あの大きな船に乗っている船長さん、船を乗っている人、その船長さん、その人が操縦してるけれど、その船を持ってるのはね、そうそうそう、神様のように船の会社の社長さん。それから飛行機、あの飛行機もね、パイロット、空を飛ぶそのパイロット、神様。そう何でも神様だね、すごいね100点神様がくれてね、そして命は神様が貸してくれてる。だからね、その命を大切に生きてってね、命大切にしてね、そしてね、夢を持つんだよ。夢、夢を持ってね。クラーク博士というね、短期間だけ日本に来た宣教師さんがいました。クラーク博士、青年よ、夢を持て、大志を抱け、つまりね、大きな夢持ちなさい。そこのお嬢さんもね、あの夢持ってますか。どんな夢がある。ポリス、え、警察。あー、いいね、あそこにいらっしゃいますよね。まあ悪い人捕まえたりね、この国を守る警察官。まあこれはね、ぜひね頑張ってね、試験を受けて警察官になってくださいね。そしてね、この国を、日本を守ってくださいね。ね、そのために今毎日勉強する。夢があると頑張れるっていうかね、
ああそうだ、この夢のために勉強しよう、頑張ろう、そういう風になるからね。そこの男の子もね、何でも神様、そう、神様が僕を君を愛してる、大好きだよって言ってくれてんだよね。だから神様が好きだって言ってくれてるからね、自分のことも好きになろうね、大切になろうね。日本っていう国はね、自分のことが好きになれない人が多いんです。わかんない、なんでかね。自己肯定感って言葉があるんだけどね、自分を肯定する、自分を好きになれないっていう人がね多いんです。日本ってね、世界でね何番目にお金持ちだと思いますか？3番目。そう、そうです。1番はどこ？なんだっけね。そう、アメリカですね。2番目は中国。中国、そうそうそう。でもね、前はね、日本が2番目だったんですよ。でも中国に抜かれちゃった、ある時ね。じゃ日本3番目。日本ってね、すごくお金のある国なんです。わかんないけどね。ミサイル撃ってくるよね。そうそうそう。あの大将をね、あのトランプさんはね、ロケットマンって呼んでたよね。ロケットマン、ロケットを飛ばすのが好きだ。ね、ロケット花火もあるけれどね。でもあのロケット、まあ飛ばしたってね、俺は強いんだ、北朝鮮は強いんだってことをね、見せたくてやってんだと思うんだけれど、あの国お金ないんですよ。貧乏、貧乏。もうね、あの親分がね、いっぱい贅沢してね、美味しいもん食べたり飲んだりねしてるけれど、国の人たちみんな貧しいの。ああ裸足。まあそういう人もいるかもしれないけれど、でもね、この日本っていうのはすごいお金持ちなんです。でもお金持ち、3番目にお金持ちなんだけれど、じゃあこの日本の人にね、幸せですかって聞くとね、幸せじゃないっていう人が多いんです。60番目になっちゃう。60番目、幸せかどうかっていうとね。だからね、お金があってもね、平和でもそれで幸せとは限らない。だからね、今日ねお話してんです。神様を信じて、神様と仲良くなって生きてったら幸せになれるよって。そう、そうなんです。そこにオチがあるんだね。そして夢を持っていこう。神様がね、君たちを大好きだ、そして命を貸してくれたから、その命を大切にして、命を使ってね、今は一生懸命勉強したり、友達と仲良くしたり。体育は好きですか？好き。何度もやってんだ。ああそっかそっか。得意、いいね。そっか。で、体育も頑張って、そしてね、国語も算数も理科も社会もね。あ、そうなの。あ、そうなの。まあね、適当にやっとけばいいんだけどね。そうそうそう。だから大人になってね、あの算数で使うっつったらね、足し算と引き算と掛け算と割り算ぐらい。掛け算やった？あ、筆算もね、ちょっとあるといいんだけどね。もう今ね、携帯、掛け算できる、掛け算くくっていうのがあるよね。21が1、2が2とかね。今もう2年生の時覚えるの？3年生。3年生か、そうか。まあ足し算、引き算、掛け算、割り算、それぐらいできればね、あの大体大丈夫だから。もしね、もし分からなかったらどうしたらいいかっていうとね、あの計算機使ったりの、計算機。そしてね、
これは日本語のやつで そうそうそう、よくわかるね。そう、日本語もあるけどね、あの英語も勉強してね、日本語と英語両方書いてあるでしょ。学校の勉強もいいけどね、これも読んでみてね。学校では教えてくれない勉強かもしれないけどね。うん。でね、この聖書はね、何が書いてあるかって、ね、3つのこと書いてある。3つ。何か、まず1つ目はね、神様がいるよって。この世界には目に見えないけどね、僕たちと一緒に神様がいてくれるんだよ。で、2つ目、罪って何か、悪いことっていうよりもね、神様を信じなかったらそれが罪なんですよ。でもその罪を許すためにイエス様が来てくれた。そしてイエス様が十字架にかかって死んでくれた。そしてね、復活した、蘇った。そうそうそう、もしかして教会行ったことあるとか言ってはい、よく知ってますね。お母さん何人もいるの？2人だよね。お母さん3人いるの？どうして3人もいるの？だって、うん、そっか、お母さんとおばあちゃんとひいおばあちゃんね。ばあばあ、お父さんとお母さんが同じ？それとも違う？同じだったら兄弟だね。違うの？あ、そうか。あ、じゃあ友達だ、友達。仲良しなんだね。いいね。仲良くしてね。まあね、いろいろあると思うけれどね。まあ勉強頑張ってね。またね、お祈りしてるからね、神様にね。これね、トスさん。そうそうそう、隣だね。ギターでね、歌を歌うこともあるしね。そうそうそう、声が聞くこともあるんですね。ここではね、お話だけしてるんだけど、歌を歌ってね。1ヶ月一度来るの、1ヶ月一度。ってことは、火曜日じゃないけれど、多分月曜日、第2月曜日に来る。でも前2月の第2月曜日みたいな、次の。そう。クラブ活動？何があるの？月曜日。4時間。あ、4時間。でもまだ2学年。4年生。あ、4時間じゃもう給食食べないで帰っちゃうの？給食食べて帰るの？遠足か。でもね、1年に12回あるからね。いや、こ
超えてくるの12回もうね、いつもね、君、僕たちに会えるんだったらね、もっといっぱい来ると思う。65歳までは来ないと思うんじゃないですか。前、1週間に一度来たらね、52回になるよね。これさ、取り違えるところだ。これがね、多分高田馬場ってとこ。知ってる？ここはね、共同。ここはお茶の水。聞いたことある？ここなんだろうな。ここじゃない？この場所じゃない？違うかな？これ夜、日本のマーク。日本のマークだね。日の丸だね、日の丸。これさ、日の丸見たときにね、あ、イエス様がいるって思ったね。神様一人だから。イエス様。イエス様がね、僕たちを大好きな神様だ。聖書にはね、石から人を作ることができるとも書いてあるんですよね。何それ、たまごっち？違う、たまごっち古いから。それ電話なんだ。ほら見てて、イエス様だから大好きですね。ああ、そっか、いろいろ画面が変わるのね。また来るからね、ぜひね、時間があったらね、いつでも困ってね。今度ね、また違うもの持ってくるの。今度はね、漫画。漫画欲しい？漫画ね、一冊しかないの。一冊しかないから、一冊。じゃあね、来月あげるけど、今日は一人、限定一人。じゃんけんで。じゃあね、来月あげるから、またね。漫画。漫画大好き、うん、そっかそっか。ドラえもんの漫画見てる。日本語だよ、日本語。でも英語もね、勉強するとね、たくさんの人とお話できるから、英語喋る勉強するといいよ。で、俺なら来年のね、行くんですよ。俺ゴールデンウィークしてるね、ニューヨーク。ニューヨークのアメリカだ。南紀白浜は日本だし、ニューヨークはアメリカだよね。どっちかに。ニューヨークが行けなかったら白浜行くんだ。コロナがね、あるからね。電気する。あ、そうか。来月あげるからね、もし読み終わったら回し読みして、よかったらね。そうです。そろそろ時間ですか？あ、そうなんだ。次は月曜日だから。第2月曜日。2回目の月曜日。月曜日、そう2回目の月曜日、マスクつけといてね。またお土産持ってくるからね。またね、ありがとうね。はい、さよなら。電車で学校、家帰るんですか？歩いて帰るの？バイバイ、気をつけてね。
ありがとう。いい子だね。いい子ですね。まあこのイエス・キリストはね、小さなね、男の子。あ、こんにちは。あの、なんかじゃあ、お土産あげようかな。いい子だね。またね。バイバーイ。自由が丘の皆さん、こんにちは。イエス・キリストはあなたを愛しています。こんにちは、伝道者の菅野直樹です。私は1ヶ月一度この自由が丘の駅に来て、ジーザスの愛、イエス・キリストの愛をお伝えしています。ハローエブリワン、マイネームズナイク菅野、ビリーブインジーザス、ジーザスラブスよ。こんにちは、イエス・キリストはあなたを愛しています。キリストは十字架にかかり、お母さん、そう、あなたのために十字架にかかり、死んで墓に葬られ、3日目によみがえったお方、人となった神イエス・キリスト、このイエス様はあなたを愛しています。自由が丘のあなたにお伝えしたい。こんにちは、お母さん、あなたを愛されています。小学生の君たちもね、愛されてるよ。じゃあね、プレゼントあげようかな。本。知らない人にはついていかないでね。でもね、聖書はもらってね。バイバイ、気をつけてね。十番家の皆さん、こんにちは。こんにちは、お元気ですか。新型コロナのパンデミック、でもコロナよりもっといいものがある。イエス・キリストが今ここに満ちている。イエス・キリストの福音がパンデミックしている。まあ、パンデミックってね、満ちるってことですけれど、ね、あなたの心の中に、あ、こんにちは、学校の帰りですか。あ、頑張ってね。もしかして受験生。そっか。ね、頑張ってね。あ、イエス様、あなたを愛してます。まあそういう話ですけどね。こんにちは、元気ですか。小さなね、女の子、イエス様が大好きだよって言ってます。そのね、聖書っていう本をね、今あなたにプレゼントしております。ありがとうございます。伝道者の菅野直樹です。イエス様という方はね、僕たち、私たちを大好きで、そして十字架にかかって死んでくれたの。なんで？僕たち、私たち、皆さんを救うため。聖書の福音、聖書はこう語ります。福音とは、イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかり、イエス・キリストが死んで墓に葬られ、よみがえった。お父さん、お母さん、もう私もそうですけどね、そろそろ天国近づいてます。天国は近づいた。悔い改め、イエス・キリストを信じて。皆さん、あの、電車、駅舎に入るときね、改札口通るように、天国に入る改札口はイエス・キリストです。イエス・キリストを信じたら救われます。私は道、真理、命。まずね、キリストは道だ。道っていいですよね。まあ、高速道路なんてね、お金かかりますけどね、私たちここ歩くのただ、そして踏みつけても痛いって文句言わない。でね、イエス・キリストは道だっていうんです。天国に続く。もしあなたが、こんにちは、イエス様信じたら天国へ行ける。大好きだよ。そしてこの地上にはいろんな悩みがある。でもイエス・キリストはこう言いました。この世では悩みがある。勇気を出しなさい。大丈夫だよ。小さなね、女の子がね、あの、聖書もらってくれてね、ありがとうございます。読んでくださいね。学校では教えてもらえないかもしれないけどね、聖書にはね、3つのこと書いてあるんです。
一つ目、神様がいるよ。目に見えないんだけど神様いるよって言ってるんですね。で、二つ目、その神様を知らないことは罪だって言うんです。神様知らないとダメなの？切れてるってことなんです。切れてる。例えば花と根っこが切れてる花束もらったことありますか？花束ってあれ枯れちゃうんだよね。なんでかって切れてるから。同じように神様と切れてたら私たち僕たち人間も死んでしまう。じゃあどうしたらいいか。2022年前クリスマスイエス様という方が生まれて、そして神様と一つになるようにつながるように十字架にかかって死んで、そして復活してくれたんですね。だからそういう神様がいるってことを信じたら命もらえてつながる。聖書が書いてあるのはそういう話なんですね。だからイエス様信じてね。ね。学校では教えてくれないかもしれないけど、ぜひ読んでみてください。いい子ですね。気をつけてね。まあ自由が丘ではですね、このようにフリーな小さなお子さんから中学生、高校生、大学生、そしておじさん、おばさんに至るまで、ジーザスの愛、イエス・キリストの愛を今日お伝えしております。こんにちは。イエス様はあなたを愛しています。自由が丘、自由の丘、いい名前ですね。でも聖書は言うんですね、イエス・キリストを信じたら自由になる。だから、ね、真の自由が丘になるんです。自由が丘の皆さんがもしくしゃみしてるって誰か噂してるかな。イエス様あなたを大好きだよって言ってます。イエス・キリストあなたを愛してます。でキリストって方はどういう愛を示してくれたか。それは私たちを救うために十字架で死んで、そして墓に葬られ、3日目によみがえったんですよ。お兄さんお姉さんもね、イエス様に愛されてる人です。聖書ヨハネ3章16節のところを見るとこう書かれています。神はその一人子を、その一人子ってイエス・キリストをくださったほどにこの世を愛してください。あなたを愛してください。神はあなたを愛してます。学校では教えてくれないけどね、聖書あなたにプレゼントしています。よかったら受け取ってください。ジーザスはあなたを愛してます。ジーザス、ジーザス、日本語ではねイエス・キリスト、聞いたことありますか？イエス・キリストってね名字と名前じゃないんですよ。イエスっていうのがお名前で、キリストっていうのは救世主、救い主っていう意味です。まあ例えばね、あのコロナのパンデミックになってから、こんにちは、救世主はワクチンだって言われていました。でワクチンがね完全な救世主かっていうとね、でもそれもいい、でも私たちを愛してくれて本当に救ってくれる救世主はイエス様。自由が丘の皆さん、イエス・キリストはあなたを愛しています。伝道者の神直樹です。ハローエブリワン、マイネームイズ直樹館のエンエヴァンゲリスト。 Believe in Jesus、 Jesus loves you。 タジャハオウジャオカイツチシャンシエス、イエス愛に。ヨロムアニョンセヨ、チョムンカンドナオキモクサミダ。イエスミデセヨ、イエスニータンシュヌンサラミダ。イエス愛に、ジーザスラムシュ。イエス様って方はね、あなたを大好きだよ、そう言ってくれてるんですね。マスクがね、いつも一緒に、まあ、白のマスク、黒のマスクね、マスクが口と一緒にあるようにイエス様あなたと一緒にいてくれます。イエスキリストはあなたを愛しています。自由が丘ステーション、今日この駅舎正面口、この場所を借りして街頭演説とまた聖書の配布を皆様に行っています。
高校生か中学生か、中学生かな、もしね聖書欲しかったらね差し上げてますからね。お母さんお父さんもぜひ聖書をお読みください。こんにちは、伝道者の神田直樹です。イエス・キリストの愛を今日は月一度街頭演説とまた聖書の配布をしております。お元気ですか？まあ、コロナがねパンデミックしてこのオミクロン株がね心配な時です。でもねコロナがパンデミックしてるよりもっとすごいものがパンデミックしてる。それはイエス・キリストの愛、それはお母さんを救い、まあ、そちらのお母さんがね杖をつきながら歩くようにね転ばぬ先の杖、イエス・キリストは杖みたいなものだ。杖をついたら転ばないように、もしイエス・キリストを信じたら転ばない。そしてイエス・キリストという方は羊飼いのような、羊飼いイエス・キリストの今日自由が丘の街を見るとね、ああ迷子の羊のように見える。こんにちは。人はどこから来てどこへ向かって生きているのか。皆さん、人は神のもとから来て、そして神のもとへ帰っていく。これが聖書のメッセージです。神はあなたを愛しています。改札口が駅舎とこの自由が丘のこの街をつなぐ門であるように、皆さんこの世から天国へ入るための改札口はイエス・キリストです。聖書はこう語ります。イエス・キリスト以外に救いはない。天上天下イエス・キリスト以外に救い主はいない。皆さん、私たちのお父さんとお母さんが一人のように、神様は一人ですよ。そして救い主は一人ですよ。世界の23億の人たちが、そう、あの救い主イエス・キリストを信じ天国へ行くんですね。自由が丘の皆さん、今度はあなたの番です。いや、日本にはねキリスト教、いやいやいや仏教がありますよ。あのね、仏教の教えっていうのはね、お釈迦さんの教えか、お釈迦さんを名乗った誰かが作ったか分かりません。まあ、多分お釈迦さんの教えでしょう。仏教っていうのはね、教えが大切です。教え、あ、その教えはいいね。まあ、私もね仏教学んだことあります。でもね、仏教っていうのはね、この世っていうのは虚しいよ。そう、虚しさを知る、この世を虚しさを明らかに見る、明らかに見る、現実を明らかに見る、そこから諦めるっていうのが出てきたんです。皆さん、聖書はねそれでは50点なんです。この世の虚しさを知って、ああこの世っていうのはねわびしいな、虚しいな、年を取るほどね。まあ、でもね、私にも夢がありますね。なぜこの世は虚しいし、でも私たちを救うため2022年前神の一人もイエス・キリストが来てくださる。これがクリスマスだ。皆さん、イエス様がおられる、イエス様がいるから夢がある、イエス様がいるから幸せだ。皆さん、イエス様がいるから大丈夫、大丈夫、大丈夫。聖書は語ります。この世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私は世に勝っている。イエス・キリストという方は目に見えないけど私と一緒にいて、お姉さんあなたとも一緒にいてね、あなたこと大好きだ。神様はね、怖い裁く神様じゃなくてね、あなたを愛してね、あなたを救ってくれる神様だ。こんにちは。そのお方はイエス・キリストです。イエス・キリストはあなたを愛し、あなたを救うために、こんにちは、お元気ですか。
十字架で死んでくれたっていうんですね。お元気ですか？私は伝道者の岡野直樹です。1ヶ月一度この十字架の駅前で街頭演説とまた聖書の配布を行っております。まあ、聖書って言ってもね、いやアメリカの宗教、いや聖書っていうのは、ね、私たち僕たちを作ってくれた神様からのラブレター。皆さんこのね、今日は新約聖書ですけどね、これ神からのラブレターです。あなたも大好きだよ、愛してるよ、そして私のもとへ来なさい、私のもとへおいで。神を知らない、神に背を向けた状態、これを罪と言う。でも大丈夫だよ、罪人であるにもかかわらずあなたを愛してるって言うんじゃない。罪人であるから、弱いから、あなたを愛してるって言うんです。皆さんそのね、人となった神イエス・キリストは2022年前クリスマス、この地上に生まれ、そして私たちを救うために十字架にかかって死んでくれた。なんで十字架なのか、そしてね、女性たちはなぜこの十字架のアクセサリーするんでしょうね。あれ知ってました？お姉さん、十字架って死刑の道具ですよ、処刑。最も無駄らしい処刑の道具が十字架なんです。あれをね、女性たちはね、ピアスにしたり、なんでつけるんでしょうね。まあ、日本の処刑、極刑っていうのはね、首吊りですよね、絞首刑。まあ、ある国にとってギロチンとかね、電気椅子とかガス室とか、でそんなものをね、ペンダントにしたりピアスにする人はいないですよね。ギロチンのネックレスなんて聞いたことあります？でも十字架のペンダント、ネックレス、ピアスありますでしょ。それがあなたを愛しているイエス・キリストが死んでくれたんです。こんにちは、いいですね、お母さんと一緒で。お母さんと一緒っていうね、昔そういう番組ありましたけどね、お母さんが一緒にいてくれるように、イエス様は君と一緒にいます。加山雄三のね、君といつまで歌も昔ありましたね。二人の夕闇は、イエス・キリストはあなたといつまでも、君といつまでもいてくれます。大丈夫だよ、どんなことがあっても大丈夫だよ。まあ例えば今ね、コロナ、オミクロン株、今までにないほどの感染者増えてます、東京でも。いやー大変だ大変だ。でもね、おそらくね、普通に生活して大丈夫だと思います。でもマスクちゃんとしてくださいね。そしてソーシャルディスタンス保ち、手指消毒。こんにちは、お元気ですか？私なんてね、このマスク、このコロナのおかげでね、こんにちは、イエス様が大好きだよ、イエス・キリストあなたを愛してます。まあ、私はね、コロナのおかげでね、マスクしたりね、手洗いしたりしてね、この2年半、もう一度もね、風邪もひいたことない。まあ、コロナのね、恩恵っていうのもあるんですよね。でもね、気をつけてくださいね、オミクロン株第6波はね、とっても感染力あります。まあでも、あるお医者さんに聞いてみるとね、このコロナの第6波オミクロン株は感染力にだけ特化して変異した、だからね、あんまり悪さしない。まあでも熱出たりしますんでね、コロナかからないように。まあ、コロナの危機、それは目に見えないから困るんだ。でももう一つ、ありがたい、神様も目に見えません、目に見えないけど一緒にいるよ、共にいるよ。皆さん、目に見えないけどコロナってありますよね、ウィズコロナっていうでしょ。ウィズコロナがあるならウィズジーザス、イエス様を信じ、そして十字架の皆さん、イエス様を信じて一緒に天国に行く、また夢を持ってください。まあ、かつてキリスト教のね、学校の先生がクラーク博士ですよ、言いました。 Always be ambitious。
青年よ、イエス・キリストにあって大使を抱く。夢を持ちなさい。今日、I have a dream。 私には夢があります。自由が丘のあなたがイエス・キリストと出会い、高校生のお兄さんもね、背高いね、180センチぐらいあるかな。イエス・キリストはあなたを愛してます。受験とか学校の勉強とか頑張ってくださいね。小学生のお嬢ちゃん、こんにちは。イエス様があなた大好きです。今日自由が丘に届けたいのはイエス・キリストの愛です。イエス・キリストの愛ってね、形のないものですよね。まあ、本来コロナもね、目に見えないから、あのね、コロナウイルスってね、目に見えないんですよ本当は。でもあれ強引にね、色つけてね、コロナウイルスに色つけて、顕微鏡ででっかくして、大写しにしてテレビで見る。まあ、2年前ね、コロナのパンデミックが宣言された時にね、志村けんが亡くなって、岡江久美子さんも亡くなって、あの時ね、コロナって怖えなって思ったと思うんですよね。でも目に見えないコロナがあなたと共にあるように、目に見えないイエス・キリストは、こんにちは、あなたと一緒にいます。学校帰り、学校で教えてくれない聖書、ザ・バイブル、これをあなたにお届けしたい。神はあなたを愛しています。イエス・キリストはあなたを愛しています。イエス・キリストがあなたを愛している。で、日本でね、愛してるっていう時にね、どういう意味で使うか。男女の色恋、僕は君を愛してるよ。でもちょっとね、恥ずかしいんですよね、愛してるって。そうじゃない？だからね、聖書のね、アガペ、英語のラブって言葉をね、日本語に愛してるって訳す時にね、ちょっとね、躊躇したんです。神があなたを愛してるってね、男と女、いやイエス様男だ、同性愛なのかな、まあ、なんかね、そういうことじゃないんです。聖書が語る愛というのは、あなたのために死んで、あなたを救う。皆さん今日聖書をお配りしておりますけど、キリスト教の神様は私たちに天国に連れてってください。こんにちは。イエス・キリストあなたを愛しています。聖書をね、お配りしてますんでね、あのもしよかったらもらってくださいね。伝道者の神田直樹です。イエス・キリストは2022年前この地上に生まれてくる、まあ、それがクリスマスですよね。キリストは墓に葬られ、3日目によみがえりました。なんでイエス・キリストって死んだんでしょうね。それは僕たち、私たちを死から救うため。まあ、今ね、若いお母さんもお父さんもね、そして高校生の君たちも、若いからね、自分は死ぬなんてね、きっと思ってないと思います。でもコロナにかかってもかからなくても、ここコロナにかからない人もね、ラッキー。でもコロナにかからなくてもね、100% なんだよ、 100% 人の死亡率は必ず死ぬ。まあ、コロナに対してね、マスクしたり、まだなんか対策しますよね、コロナに対して。じゃあ 100% 人が死ぬのに、死に対する解決、死に対する対策をしてるでしょうか。してないんですよ、大体ね。もっとずっと先だろうと、ね、そちらのお兄さんもね、まだ若いからね、自分が死ぬなんて思ってないと思います。でもコロナにかかるよりも 100% ですよ、人が死ぬっていうのは。私たちはよく考えましょう。イエス・キリストはあなたのために死んでくれた、そして復活した。こんにちは。それはなぜなのか。お姉さん、そちらでね、聖書配ってます。よかったらね、受け取って。あ、聖書配ってるお姉さんいなくなっちゃったな。欲しかったらね、差し上げます。こんにちは。お帰りなさい。
イエスキリストあなた愛してます。こんにちは、伝道者の神田直樹です。自由が丘のあなたにイエスキリストの愛、変わることのない愛を分かち合ってます。学校の帰りですか？そしたらね、聖書欲しかったらそこに あるんでね、ちょっとマイクつながってて、それ一冊あげます。学校の教科書もいいけどねはい、お母さんもどうもありがとうございます。この聖書はね、世界の23億の人たちをね救った書物です、本です。聖書欲しかったらね差し上げます。こんにちは、伝道者の神田直樹です。イエスキリストはあなたを愛しています。イエスキリストの愛は十字架であなたのために死んだ。あなたのためなら死んでもいい。これがね、聖書の神様の愛なんです。日本でね、愛っていうとね、男女の色恋でね、非常に自己中の愛です。僕が君のこと好きだからね愛する、嫌いになったらさようならですからね。まあ芸能人ってお互い美しい、かっこいいからね惹かれて結婚する。でもそれが続かないってことがありますよね。愛っていうのはね、永遠の愛がある。でもそれが本当なんだろうか。裏切られた経験がある、人に失望した経験がある。でも神の愛は変わらない。こんにちは、聖書お配りしてます。皆さん、神があなたを愛してるって言った時にね、人間的な愛を考えちゃダメですよ。神の愛っていうのは変わらない愛です。もしあなたがイエス・キリストを信じたら、ね、本当です、救われます。聖書ね、配ってます。ありがとうね。グーポーズっていうかね、嬉しいです。イエス様、あなたのこと大好きです。自由が丘の皆さんにイエス・キリストの愛、今日新約聖書をお配りしながら、イエス・キリストはあなたを大好きだよ、あなたと共にいるよ、そう言ってくださるんですね。皆さん、そのような愛がある。いや、このね、十和丘って街はね、美しい、綺麗、まあ、さながらね、清さとかね、なんかリゾート地へ来たような感じがする、おしゃれな街。まあ、私がね、高校生ぐらいの時にね、初めて1000円カットっていうのができてね、それが自由が丘にあったんですよ。で、1000円カットでね、髪の毛切って終わるとね、なんかね、箱からホースが出てきてね、それ掃除機だった。関係ないですけどね、イエス・キリストあなたを愛してます。掃除機で1000円カットで髪の毛吸って、それと同じように、イエス・キリストはあなたの罪を取ってくれます。ね、アフリカでね、いっぱい病気があった時にね、石鹸を送ったんですよ、アフリカに。そしたら全然病気減らないんです、アフリカで。どうしたんですか？石鹸使わなかった。大切に持って、石鹸使って手を洗わなきゃダメですよね。使い方をお知らせしてね、そしてアフリカの人たちが石鹸で手を洗ったら病気が減ったように。皆さん、イエス・キリストの愛を信じて受け取ってください。そうしたら罪が許されます。神の子供となります。皆さん、神の子供ってね、神様がお父さんになるってことです。まあ、このようにね、神様がお父さんになる、まあ、そういった時にね、自分のパパを想像しちゃう人がいるんですね。こんにちは、イエス・キリストあなたを愛してます。神様はお父さんだ。で、その時にね、聖書持ってますかはい、イエス様、あなたのこと大好きだって言ってます。自由が丘の皆さんに今日、ジーザスの愛、イエス・キリストの愛をお届けしています。伝道者の神田直樹です。私は道、真理、命。ジーザスは
あなたにその愛を与えられます。イエス様を信じたら救われます。今日自由が丘のあなたに、まあ、この自由が丘というこの場所柄、まあ、私はだいたいこうストリートライブ音楽をやるんですけど、まあ、ここでは演説そして聖書を育てます。学校では教えてくれない授業もやってますよ。あそこのねお姉さん聖書配ってますんでね、よかったらねもらってくださいね。イエス・キリストはあなたを愛しています。自由が丘のあなたに、まあ、サマリアの女、まあ、そういうのが聖書に出てきますよね。自由が丘の男、自由が丘の女、そのあなたにイエス・キリストはあなたの罪を許し神の子供としてください。神の子供って何でしょうね、まあ、例えばねビル・ゲイツの子供ってねすごい大金持ちになりますよね。でも神様ってねビル・ゲイツなんか比べ物にならない、全部を持っている。皆さんクリスチャンになるイエス・キリストを信じるってそれはね神の子供になるってことです。今日あなたにイエス・キリストを信じるだけで神の子供となる。皆さんキリスト教って宗教じゃないんですよ。神の子供になる。十字架にかかったイエス・キリスト、このお方信じたら救われる。これがね聖書のメッセージなんです。で今日皆さんにね手土産として聖書を一冊プレゼントしています。まあ、聖書なくなる間もなくねどんどんね配ってますんでね、なくなったらね純喜さんもしなくなったらあの漫画聖書もありますんでね。こんにちは、お元気ですか。イエス・キリストはあなたを愛しています。なくなっちゃったらね漫画聖書もありますんでね。こんにちは、お元気ですか。いい子ですね。まあ学校、まあ、この自由が丘っていうのはね小学校も中学校も高校もねいろんな学校があって、学校っていうのはね学ぶ場所、学び屋とも言います。なぜいい小学校行くんですか、いい中学行くためだ、なぜいい中学、いい高校、いい大学行くためだ、なんでいい就職したい。皆さんいい大学行っていい就職してもね一生仕事するだけじゃ面白くない。イエス様を信じて夢を持ってください。私には夢があります。自由が丘のあなたが、自由が丘の男、自由が丘の女、あなたがイエス・キリストを信じて幸せになること。皆さん私たち幸せの本当の幸せっていうのは何を持つかじゃないですよね。お金持ちになる、権力を持つ、お家をいい車に乗る、ベンツに乗る、フェラーリに乗る、ポルシェに乗る、だから幸せなの。本当の幸せってね誰と一緒に生きてるかじゃないですか。お母さんもねきっとね恋をしてお父さんと、お父さんもお母さんと恋をして、それはですね一緒にいたい、そこに幸せがある、そうじゃないでしょうか。でもその幸せというのは、本当の幸せというのは男と女、そして人の愛っていうのは冷める。でも神の愛は変わることがない。皆さんそうですよ、人間の愛と神様の愛は違う、変わらないんですから。神の愛は、そんな変わらない愛を自由が丘の皆さん、イエス・キリストはあなたに与えようとしています。伝道者の神野直樹です。目に見えないけれど神はおられます。ダビデ王という人はこう言いました、私の前に神を置く。つまりですね、小学生の時に太陽を見る時にね下敷きで太陽を見て、ああ欠けてる、そういうの見たことないでしょうかね。皆既日食、下敷きで太陽を見るとね目が焼けないで見れる。
で私たちがね、この世で辛くて嫌いな人がいたときどうしたらいいか。神様という下敷きを通して、神様を通して人を見たらいいんです。そしたら下敷きで太陽を見ても目が焼けないように、あなたを愛してくれている神様を通して人を見たらね、あれあれあれ、そんなに嫌な人じゃないよ、そしてこの世も捨てたもんじゃないよ、そういう風になるんですね。じゃあ神様ってね、どんな方か、目に見えない、わからない。だから今日聖書をね、あなたに一冊プレゼントしたいと思ってるんですね。そこにね、神様ってどういう方かって書いてあるんですよ。そしてその神様は、あなたを愛してます。これね、ラブレターなんです。ラブレター、ラブレターじゃないですよ。まあ、私は中学生の時に初めてね、隣のクラスの女の子からラブレターをもらいました。そしてね、授業中こっそりラブレター見るんですね。そしてなんかこう嬉しくなっちゃう。また見る。皆さん、聖書は神からのラブレターです。まあ聖書ね、毎日読んだって嬉しいですね。神はあなたを愛してる。ああ、僕は愛されてるんだ。神様は大好きだ。あ、僕のこと大好きなんだ。私のこと。聖書は第一番目、こんにちは、あなたは選ばれた人だって書いてある。選ばれた人、つまりね、例えばあなたがね、誰かと結婚する、誰かと付き合う、選んだんですね。選んだ、誰でもいいから結婚してください、誰でもいいからね、好きです、こんな人いないですよね。やっぱり好きだから選んで、好きな人と結婚する。皆さん、イエス・キリストはあなたを大好きだ、そう言ってね、あなたを選んだっていうんですね。神はあなたを選んだ、選ばれたんですよ。まあ、それだけでね、自信持っていいんですよね。こんにちは、イエス・キリストはあなたを愛しています。そう、選ばれたっていうだけでね、嬉しい、自信が持てる。皆さん、そういうもんじゃないでしょうか。まあ、結婚できたってことはね、誰かに選んでもらったってことですけどね。でもまずね、イエス・キリストがあなたを選んだ、選ばれた人だ。第2番目、神のものだっていうんですね。神のもの、皆さん、大切なものっていうのはね、大切に守りますよね。もうどうでもいいものをポーンと投げるかもしれないけど、大切なもの、それはね、大切にする。神様にとってあなたは大切な人だ。大切なものっていうのはポケットに入れたり、財布だってね、お尻のポケットに入れてね、なくならないようにしますよね。でも本当に大切なものっていうのはね、肌身離さず持つものだと思うんですね。イエス様はあなたを大切な人だ、本当に大切だから、イエス様はね、あなたを抱いて、そしてあなたを受け入れてくださっている。こんにちは。第一番目、神はあなたを選んだ。2番目、神様はあなたを、あなたのものだ、私はあなたのものだ、あなたは私のものだ。いや、いいね。神様って方ね、あなたのために、あなたを自分のものとするためにね、イエス・キリストは十字架にかかって、お父さんの罪許し、信じるだけで天国へ行けるようにね、してくださったんですね。ぜひね、受け取ってくれたその聖書を読んでみてください。こんにちは、イエス・キリストはあなたを愛しています。で、その愛は十字架で表されました。こんにちは、イエス・キリストはあなたを愛しています。さて、月一度自由が丘の駅、この場所で
ジーザスの愛、イエス・キリストの愛をお伝えしています。まあ、神様って言ってもね、目に見えない、目に見えない神様、どうやって信じたらいいか。だから目に見える人間の姿になって来てくださったのがイエス・キリストだ。イエス・キリストは2022年前、神が人間の姿になってきて、これクリスマスって言うんですよね。そして私たち人間の全ての悲しみとか苦しみとか全部味わってね、死んでくれた。私たちを救うためにイエス様は十字架に向かって死にました。でも死んだだけじゃない、墓に葬られた。あのイエス・キリストに墓があるって知ってますか？お墓、ある人がね、神様知らない人がね、イスラエルに行ってね、イエス・キリストに墓があるの、それだけでイエス・キリスト信じちゃったって人いるんです。お墓がある、おとぎ話だと思ってる。皆さん、イエス・キリストはおとぎ話じゃない。あなたを愛し、あなたの罪のために鞭打たれ、肉裂いて十字架で死なれ、十字架にかかって死んだんですよ、イエス様。そしてね、墓に葬られた。お墓があるんです。普通ね、お墓ってね、お墓、墓ない、そんなもんかもしれない。でもイエス・キリストはお墓を空っぽにして蘇ったんです。今も生きてます。イエス・キリストは、私は復活です、蘇りです、復活したっていうんです。ということはね、イエス様、イエス・キリストを信じるならば私たちも復活する。新型コロナのパンデミック、まあ、ある人はね、コロナにかかるけどね、コロナにかからない人もいる、ラッキー、こんにちは。でもね、人の死亡率って 100% なんです。コロナにかかるよりすごい高い。でもイエス様信じたらね、永遠の命与えられるよ。イエス・キリストはあなたにそう語っておられます。まあ、今日ね、ザ・バイブル、聖書をお配りしてますけどね、神はあなたを愛してる、そして信じる人は永遠の命で、ね、この永遠の命って何かって言ったらね、永遠に続く命が永遠の命なんですけどね。でもこの永遠の命っていうのは、今このまんま永遠に生きるっていうんじゃないんですよ。私たち、僕たちの人生っていうのは、なんか辛いこと、悲しいことっていっぱいある。辛い、悲しいまんま永遠に生きるんじゃね、たまらないですよね。皆さん、イエス・キリストはこの地上から天国に連れてってください。あの駅に入るときにね、こんにちは、あの改札口通りますよね。天国の改札口はイエス・キリストです。イエス・キリスト信じたらね、天国入ることができる。さて、今日キリストの話をしながら、また聖書をお配りしながら、あなたは愛されてる、大丈夫だよ、心配しなくていいよ。イエス・キリストは空の鳥を指さしてこう言ったんですね。空の鳥見てごらん、あの空の鳥は誰も飼ってるわけじゃない。まあ、私はね、九官鳥とか十四松とかね、あのインコを飼ったことありますけど、あの空の鳥ってね、誰かが飼ってるわけじゃないのにね、生きてるんですよ。神様がね、あの鳥を養ってんだよ。で、私たち人間はね、あの鳥よりもっともっとね、こんにちは、もっともっと大切な存在だよ。神様が鳥を守り、鳥を育ててくれるように、神様は私たちを守ってくれてるんですよ。お兄さん、お姉さんも
そんな神様がいるってことをご存知でしたか？あの野の百合見てごらん。明日枯れてしまうかもしれない、あんな花でさえも、こんにちは、イエスキリストは、あの花でさえも大切にしてくださっている。まして、あなたは花よりももっと大切な人だよ。その証拠として、イエスキリストはあなたのために十字架で死んだんです、ね、お元気ですか？今改札口を通って出たり入ったりするようにね、天国の改札口、イエスキリスト、この方信じたら救われる。今日あなたにこのメッセージをお伝えしたい。こんにちは、伝道者の菅野直樹です。キリストは一人の女性、サマリアの女という人のところに近づいてきます。あのね、サマリアの女ってね、サマリアちゃんっていうね、可愛い名前のサマリアじゃないんですよ。町の名前、サマリア、つまり名もない人、十が丘の女、十が丘の男っていうみたいにね。でもイエスキリストは一人の名もないサマリアの女、そう、十が丘の女、十が丘の男である、あなたを救うために、今日ここに来てくれてます。こんにちは、お元気ですか？イエスキリストあなた愛してます。お父さんも愛されてます。伝道者の神田直樹です。今日自由が丘にイエスキリストの愛を知らせに来ました。聖書をお配りしてます。名もなき女、サマリアの女をイエス・キリストが訪ねたように、今日イエス・キリストはあなたを知ってるよ、そしてあなた一人を救うために、目に見えないけれど今日ここにいるよ。イエス・キリストは旅で疲れていました。イエス・キリストは神様なのにね、疲れる体を持ってたんですよ。井戸に腰掛けて、そしてその疲れた体を休ませながら、サマリアの女と一人の女性とお話をしました。キリストはそのお話をしているうちにね、だんだん元気になってきた。こんにちは、お元気ですか？あの、聖書配ってます。もしよかったらね、もらってくださいね。愛されてます。まあ、今日ね、そのことをお伝えしたくて、キリストがあなたを愛しているということを伝えたくてここへ参りました。まあ、聖書持ってますしね、持ってない方はね、ぜひもらってくださいね。イエス様、あなたのこと大好きです。ジェキちゃん、もし聖書なくなったらね、漫画聖書、車の中入ってるんでね、取ってきてください。こんにちは、お帰りなさい。イエス様、あなたのこと大好きです。こんにちは、伝道者の神田直樹です。イエス様、あなたのこと大好きです。そう、名もなき女、サマリアの女をキリストはたった一人の、その人を救うためにサマリアという町へ行った。それと同じようにキリストは目に見えませんけど、今日自由が丘に来ておられます。私、そう、あなた、あなたを救うためにキリストは来ておられます。いや、この地上にもすでに来たんです。いつ来たんですか、イエスキリスト。2022年前に来たんです。そしてね、自由が丘の男、自由が丘の女であるあなたに声をかけて、こんにちは、お元気ですか？イエスキリストの愛をお伝えしています。今日私たちは、もしキリストという方を知るならね、聖書持ってますか？よかったらね、一冊プレゼントしますよ。目に見えないけれど神様はいる、
じゃあ目に見えないのは見せてくれ。だからね、目に見える人間の姿になって生まれたお方がイエス・キリスト、人となった神様です。私たち人間になったんです、イエス・キリストは。なんでイエス・キリスト人間になったと思いますか？お母さん、お姉さん、それは私たちが人間だからです。私たち人間を救うために神が人となってきてくださる。そして信じる者を救ってください。こんにちは、おかえりなさい。みんな違う服着てますね。違う学校なんですか？知らない人にはついていかないでください。でも聖書をもらってね。神はあなたを愛しています。そこのね、黒のバッグに入ってるから鍵。いやー、今日はですね、もうね、聖書品切れ。これからはね、漫画聖書プレゼントします。こんにちは、お元気ですか？マスクが一緒にあるようにね、イエス様はいつも一緒にいてくれます。あなたは愛されています。十万丘のあなたにこのイエス・キリストの愛をお伝えいたします。 God is love。 聖書はこう語ります。神は愛なり。神様って愛なの？愛って何だろう？まあ、日本でいう愛っていうのはね、男女の色恋のことなんですよ。でも聖書が語る愛っていうのは日本語の愛と同じじゃないんですね。ちょっと似てる部分もあるけれど、神様の愛っていうのはね、こんにちは、あなたのためなら死んでもいい。聖書を語ります。人友のために命を捨てる、これより大きな愛はない。聖書が語る愛っていうのはね、あなたのためなら死んでもいい。あなたのために死んでくださる方いますか？皆さん、イエス・キリストがね、死んでくれて、そしてあなたを救ってくれた。私たちの人生っていうのはね、底なし沼に落ちて最後死んでいくような存在だ。お釈迦さんがやってきました。お釈迦様、助けてください。お釈迦様、助けてください。君、それは運命だ、受け入れなさい。もうしもこうしも仕方ない、諦めなさい。そこで最後イエス・キリストがやってきた。イエス・キリストはその底なし沼に飛び込んで、あなたを救い、あなたを抱き上げ、そして救ってくださった。とさ、まあ、そういうね、作り話のような、本当の話のようなね、皆さん、私たちの人生というのは底なし沼みたいなもんですよ。底なし沼ってすぐに沈まないんですよ。ネバーっとしてね、ちょっとずつ沈んでいくけれど、そこから抜け出すことができない。こんにちは、聖書欲しくないですか？よかったらそこにね、ありますんでね、持ってってください。ないかな、あそこの鳥の、そう、チラシ、もう聖書ないかな。あ、漫画であげます。小学生ですね、おかえりなさい。1ヶ月続いてます。またね、ありがとう。こんにちは、伝道者の神田直樹です。1ヶ月に一度自由が丘でイエス・キリストの愛をお伝えしています。まあ、大体ね、毎日のようにね、昨日は埼玉の川越、まあ、それから新宿、高田の馬場、お茶の水、共同、中野、東中津、まあ、いろんなところでね、ストリートライブをし、
街頭演説をし、イエス・キリストの愛を伝えています。まあ、韓流ブームは去ったとか言われますけどね、もう今韓流ブームじゃないですね。大久保、新大久保、いやすごいですよ。外国人がね、半分以上外国人もいるようなね、そこでは毎週街頭演説してますし、自由の丘は1回です。でもね、先ほどね、泊まってくれた小学生の男の子の女の子はね、次いつ来るの、第2月曜日だよってこう言ったらね、もうね、次はね、4時間授業だからね、1時間ぐらいここでお話聞きたいってこう言ってくれたんですね。まあちょっとね、今日は暖かいからね、ゆっくりしていけますけどね。こんにちは、お元気ですか。今日漫画聖書をプレゼントしています。もしよかったらね、もらってくださいね。おかえりなさい。イエス様、あなたのこと大好きです、愛してます。そう、漫画聖書お配りしてますんでね、よかったら学校では教えてもらえないような、まず聖書が僕たち私たちに教えてくれるのは、それは人間は神様によって作られたんですよ。皆さん、ともするとね、人間ってね、猿から進化したとか思ってないですか。人間は神様によって作られたんです。だからね、愛されてるんだよ、神様に。神様があなたのこと大好きだよ。こんにちは。人間っていうのはね、猿から進化したとかアメーバから進化したんじゃなくて、神様によって作られたんです。だから神様は皆さんを大好きだし、愛してるんです。神様が私を愛している証拠を見せてみる。だからそれがイエス・キリストの十字架。キリストはあの十字架にかかって、十字架ってね、キリストが死んだ十字架っていうのはね、両手両足にね、釘を打ち込まれてね、そして力抜くとね、体が下がってくる。そうするとね、息ができないんですよ。息ができないんでね、また体伸び上がるとね、また疲れる、息ができない。そうやってね、イエス・キリストは苦しんで痛んで、こんにちは、漫画聖書よかったらね、プレゼントいたしますんでね、よかったらもらってください。あちらのね、お姉さん、小さなお嬢さんから来たらね、おばちゃんかもしれない、お母さんぐらいかもしれないけど、よかったらもらってね。神はあなたを愛しています。エクさん、もっといっぱい持ってきた。まだ。イエス・キリストはあなたを愛しています。今日漫画聖書をあなたにお配りしています。キリストはあなたを愛し、こんにちは、イエス様はあなたのこと大好きです。十字架にかかってイエス様は死にました。信じたら天国行けます、救われます。まあ、小さな、ね、子供たちに公園である時にイエス様の話をしています。聖書は3つのことを語るんですね。1つ目は神様がいるよ。2つ目、罪、神を信じないことが罪だよ。でもその罪を許すためにイエス・キリストが十字架で死んだんですよ。こんにちは、イエス様あなたのこと大好きです。イエス様信じたら救われます。今日中学生の君たちにも、あ、そう、漫画聖書をね、配ってますんでね、学校では教えてくれない。こんにちは、イエス様あなたのこと大好きです。イエス・キリストはあなたを愛しています。こんにちは、そこでね、漫画聖書を配ってます。よかったらご覧になってくださいね。イエス・キリストはあなたを愛しています。人となった神イエス・キリストは今日十字架のあなたに、こんにちは、愛を伝えています。私はあなたを愛しているよ。
大好きだよ。お帰りなさい。そこでね、漫画聖書配ってます。よかったらね、もらってくださいね。イエス・キリストはあなたを愛しています。もっと配れちゃうかもしれないんで、準備がまたドーンと持ってきてね、よかったらね。自由が丘のあなたに、イエス様あなたを大好きです。イエス・キリストと一緒に生きていきませんか。イエス・キリストを信じて生きていくっていうのはね、それは神様の子供になる。あなたは神様の子供ですか。イエス・キリストはあなたを大好きです。小学生の様のね、男の子もね、佐川急便のご婦人もイエス様に愛されている大切な人です。バスが通るようにね、イエス・キリストはあなたの心に今日愛を語り近づいておられます。イエス・キリストはあなたを愛してます。漫画聖書もない、もうない、もう漫画聖書もない、あります。もっとぼーっと持ってきたよ。どんどん配られてるちゃうんでしょ。こんにちは、十番家のあなたにイエス・キリストの愛をお伝えいたします。イエス・キリストは、そう、イエス・キリストという方はあなたを大好きだ。まあ、小さな小学生の女の子にはね、男の子にはね、大好きだ、そうお話しするんですけどね。こんにちは、お元気ですか。お帰りなさい。あの漫画聖書、漫画配ってます。よかったらもらってくださいね。聖書はこう語ります。私たち人間は神様によって作られました。あの聖書の初めの創世記というところを見るとね、この地球は神によって作られた。神はこの地球を作り、そして最後に人間を作られた。皆さん、この順番が大切なんですね。神様は私たち人間が生きていくために必要な地球をまず作り、そしてあなたを作った。ちょっと難しい話のようですけどね、漫画聖書をお配りしてますね。読んでくれたら分かります。お帰りなさい。イエス様あなたを愛してます。大好きです。漫画聖書配ってますので、ね、よかったらね、もらってください。ジーザスは、イエス・キリストは、こんにちは、お帰りなさい。今では携帯を持っててもいいんですね。携帯、目に見えないけどね、誰かと通話したりゲームしたりできますよね。それと同じように、目に見えないけれど神様は今日ここにいます。電話ってつながってなくても誰かと喋れるようにね、お祈り、神様にお祈りができる。あの、神様を信じない人でもね、お祈りって大切ですって最近よく言われます。まあ、脳科学を研究しているね、中野信子先生って方がいます。まあ、この方はね、お祈りが大切ですって。祈り、でも祈りって何か、目に見えない存在に対して話をする、聞く。でも何かわからないような存在に話したってしょうがないですよね。何事のおわしますか、知られどもかたじけなさに涙こぼれる。なんか神様いるようなありがたいような感じで涙が出てきちゃうな。皆さん、そういう世界ではなく、イワシの頭も信心からって言葉があります。もうね、何でも信じればいい。信じる心が大切だよねって。信心って信じる心、信心が大切ですよね。ある人はそう言われます。でも聖書は言います、
信じることが大切じゃなくて、誰を信じるかが大切ですよ。僕たちを作ってくれた神様を信じましょう。そしてその神様は僕たち私たちを愛しています。自由が丘の皆さん、目に見えないでもあなたを愛している神様がおられます。今日それがね、私たちがお伝えしたいメッセージなんです。神様は私たち人間を作ってくれた。だから僕たちがね、素晴らしいのはそれは神様が作ってくれたからです。こんにちは。イエス様信じて幸せだね。今改札口をこう通るとね、駅に入りますよね。改札口から出てくる、こんにちは、漫画選手配ってます。天国の改札口はね、イエスキリストです。まあ、漫画聖書ね、よかったらもらって、あー、こんにちは、お元気ですか、お帰りなさい。漫画聖書配ってますんでね、よかったらもらってね。ジェニーさん、漫画聖書いっぱい持ってきてね。もう今日全部配っちゃって、ジェニーさんからまたもらいますんでね。もう今日はね、十の丘で持ってきた聖書全部配り終わっちゃったしね、漫画聖書も今どんどんなくなっています。イエス様があなたを愛している、漫画聖書を通してね、それを知ってね。で、改札口、駅に入るために必要ですよね。もうね、ずっと話聞いてくれてる人いればね、一つのお話したいんですけれどね、さっきからもう大体ね、2、30秒で終わってしまうんでね、何度も言ってますけどね、この改札口通るように、天国の改札口はイエス・キリストです。だからイエス・キリストを信じたら天国行けるんです。天国ってどこかな、まあ、そこはね、永遠の命。でも私たちの人生っていうのは、天国行くとかね、そういう問題よりも今が悩んでいる、今がコロナで苦しい、学校行ってもね、友達と仲良くできなくて苦しい、辛い、悲しい、私たち、僕たちの人生の中で、こんにちは、漫画選手配ってますから、よかったらね、お兄ちゃんもらってね。お元気ですか。私たちの問題の一つは孤独です。でもイエス様はあなたと共にいるよ、大丈夫だよ。皆さん、私たちの人生の中にある問題の一つが孤独です。でもその孤独に対してイエス様は共にいるんだ。二つ目の問題、心の傷、そして病気。でも心の傷や病気、それに対して神様は、私はね、あなたの心の傷癒すよ、あなたの病気癒すよって言ってくれるんですね。ジーザスイズヒーラー、イエスキリストはあなたの病気を治してくださる。聖書こう語ります。私は主、あなたの病気を治す。で、神様って誰でしょう。で、その神の一人子イエス・キリストは人間の姿をとってこの地上に来て、そして十字架で死んでくれました。こんにちは、漫画聖書ね、配ってますね、よかったらもらってください。ジーザスはあなたを愛しています。こんにちは、漫画聖書ね、よかったら配ってますんでね、よかったらもらってくださいね。ジーザスは
墓に葬られ、そして3日目によみがえってくれました。そして今日あなたに声をかけています。疲れた人、斧に負ってる人は私のもとに来なさい。こんにちは。この聖書はあなたへの招待状、ラブレター。私のもとへ来なさい。もうお母さんもそろそろね、天国が近づいてきてると思いますけど、イエス様信じたら天国へ行けます。イエス様、あなたを愛してます。こんにちは。イエスキリストは人となった神、そしてあなたを招いて私のもとへ来なさい。ただね、招いてるだけじゃない、あなたを今助けることができる、今助けることができる神様、それがイエスキリストだ。もしあなたが、神様、私は罪人です、今まで神を信じないで生きてきました、その私のために十字架にかかり復活してくださったイエスキリストを信じます、そうやってお祈りしたら、ね、それだけで救われます。今漫画聖書を皆様にお配りしておりますので、よかったら受け取ってください。こんにちは。聖書を語ります。イエスキリストだけが救い主だ。神様ってイエスキリストだけなんですか？そう、あなたのお母さんとお父さん一人でしょ。それと同じように神様も一人ですよ。神様ってね、たくさんいると思ってるかもしれませんけどね、本当の神様は一人です。こんにちは。あれも神、これも神、多分神、きっと神。神様ってね、日本的に八百万の神々、約30万いるの。でもこれはね、人が作り出した神様ですよ。人が作った神、これが八百万の神々。英語ではガンズ、小文字の GODS。 でも聖書が語る神様っていうのは人間を作ってくれた神なんです。自由が丘のあなたを作ってくれた神様です。こんにちは。10冊ぐらい私に渡せば届かない。ありがとうございます。ここまで取りに来てくれる自由が丘の皆さん、今日はね、小学生の君たちにもね、漫画聖書持って帰ってください。プレゼントです。お帰りなさい。イエスキリストはあなたを愛しています。この漫画聖書はイエスキリストが人間の姿をとって、ね、神様が人間になって生まれてくれた。お姉さんもどうですか？漫画聖書一冊プレゼントしています。そこにはイエスキリストの生涯人生が書かれています。お、お帰りなさい。漫画聖書一冊ずつ友達にも、どうぞ。イエスキリストがどういう方で何をしてくれたのか。イエスキリストってね、外国の宗教でね、私たちと関係ありません。ある人にね、あるお医者さんにね、イエス様のお話してました。でこうやってね、街頭演説してたらね、
ある女性のお医者さんが近づいてきてね、何を話してるんですか、イエスキリストの話してますからね、いや私日本人ですからね、仏教を知ってます、イエスキリスト結構です。でもね、この人も面白いの、イエスキリストはいいんだけど病気だって言うんです。病気が治りたいからお祈りしてください。いやー難しい質問する、難しいこと言うな。どうやったらね、洋服脱がないでね温泉入れるか。洋服脱がないとダメだよね。同じようにイエスキリストを信じなければ天国行けないし、イエスキリストでなければ救われません。皆さん、これがね聖書のお話なんです。じゃあ他の宗教はダメなのか、まあ、私は例えばね仏教とかねいろいろ勉強しました。私のそういえば先祖はね、あの神社の神主さんです。まあ、だから神社を見た時にねそんなに違和感ないです。でもキリスト教の牧師になって今イエスキリストの愛を伝えるようになりました。日本の宗教がいいとか悪いとか言ってるんじゃないです。この仏教というのは知恵です、哲学。人生とは何か、それを教えてくれるのが仏教です。じゃあ人生っていうのは虚しいものなんだ。じゃあその虚しい私たちを救ってくれるのは誰か。聖書はイエス・キリストだ。イエス・キリストがいるよ、あなたを愛してるよ、あなたと一緒にいるよ、大丈夫だよ。まあ、ですからね、仏教というのはこの世の虚しさを教えてくれる宗教です。空の空、まあ、これ聖書の言葉ですけどね、この人生この世というのは虚しいですよ、だからね諦める、もう高望みしない、諦めたら楽になるでしょ。でね、聖書から言うとね、諦めるっていうのはね50点なんです。50点、この世界は虚しい、高望みしてもしょうがない、これは聖書から言うと50点、この世界は虚しい、でも神は一人子イエス・キリストをこの地上に送ってくれた。2022年前クリスマス、それがイエス・キリストだ。皆さん、それを信じ、その方信じたら救われる。この世の虚しさや、まあ、コロナ、そして人間関係、いろんな悩みがある、心配がある、でも心配しなくていいよ、大丈夫だよ、私があなたと一緒にいるよ、イエス・キリストはそう語ってくれるんですね。皆さん、その方がね一緒についていてくれる、ついてるついてるラッキーみたいなね。でそのねついてるっていうのはね、イエス・キリストが一緒にいてくれるからね、ついてる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 って言ったらねついてきますよ。だってイエス・キリストがあなたと共にいてついていてくれるからです。月を呼ぶ魔法の言葉、まあ、そういう小冊子があります。月を呼ぶ魔法の言葉は何か、まあ、それを教えてくれたのはねユダヤ人のおばさん。月を呼ぶ魔法の言葉は2つだ。1つはありがとうございます、そしてもう1つは感謝します。でこの月を呼ぶ言葉を聞いた五日市さんという人はね人生についてなかった。もう失敗だらけ、財布からお金盗まれる、もう俺の人生全然ついてない、不幸だ、まあ、そう嘆いてね現実逃避するために、このついてない五日市さんはねイスラエルという国に行ったんです。でイスラエル行ったらね、まあ、途中で財布は取られるわ、大寒波で寒くてねもう凍え死にそうだ。その時一人のねユダヤ人のおばさんが来て笑顔でねにっこり笑ってね、でこの五日市さんはねその
おばさんのところへついていくんです。でついていくとね、このおばさんは優しくしてくれたんですね。そして一つの言葉を教えてくれた、二つの言葉を教えてくれた。それが月を呼ぶ言葉、月を呼ぶ言葉、それは何か皆さんに教えて差し上げましょう。月を呼ぶ魔法の言葉、第1番目、感謝します。感謝します。どんなことにでも感謝します。2つ目、ありがとう。ありがとうと感謝しますっていうこの言葉がね、人を幸せにするんだってユダヤ人のおばさんが教えてくれたんです。でね、言ってますか、ありがとう、感謝します。でね、世の中っていうのは嬉しいことか嬉しくないことかどっちかですよね。でね、嬉しいことがあったら感謝します、嬉しいことがあったら感謝します。じゃあ嬉しくないことが起こったらどうしたらいいか。ありがとうって言ったら、嬉しくないことがあったらありがとう。ありがとうって漢字で書くとね、ありがたい、ありがたし、まあ、つまりこんなことあってはならない、こんなことあってほしくない、それが起こった、だからありがとう。皆さん、私たちの人生はね、いいことか良くないことか大体どっちかですからね。いいこと起こったら感謝、良くないことも起こったらありがとう。でもザ・バイブル、聖書はね、ありがとう、感謝します、それをね、いつも言いなさい。今日漫画の聖書をお配りしてますけどね、聖書こう語るんですね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。皆さん、これがね、聖書が語ること。なぜならば、神様があなたと一緒にいてくれるから。まあ、例えばね、いいことがあったらありがたい、ありがとうですよね。じゃあマイナスなことが起こったらどうなるか。神様はマイナスのことをプラスに変えてくれる。皆さん、こんなね、すごい世界があるんですね。皆さん、それがザ・バイブル聖書、世界の23億人の人たちを変えてきた書物です。皆さん、今度はあなたの番です。皆さん、クリスチャン、キリスト教徒っていうのはね、それはすごい人になる、立派な人になるってことじゃないんですよ。許され、愛され。こんにちは。漫画聖書をお配りしてます。お母さん、どうですか、一冊お帰りなさい。漫画聖書配ってますよ。こんにちは、どうですか。さて、マイナスがプラスになるってお話をしました。皆さん、人生っていうのはね、いいことか良くないことか大体起こるとどっちかですよね。いいことが起こったら感謝、じゃあマイナスのことが起こったらどうしたらいいか。神様がマイナスのことをプラスのことに変えてくれる。皆さん、これすごい話ですよ。これがザ・バイブル聖書の話なんです。マイナスのことをプラスに変えてくれる。皆さん、あなたの人生にマイナスはないですか。神と出会ったらそのマイナスはプラスに変わる。ローマ書8章28節そう書いてあるんです。神は神を愛する者と共に働いて万事を益としてるんです。皆さん、神様はね、私たちにとっていいこと悪いこと、マイナスプラスマイナスプラス、いいこと悪いこと、全部ミックスして全部いいことに変えてしまいますよ。皆さん、そういう神様がおられる。でもその神様を知らない、背を向けている、それは残念な状態ですね。それをフィックな罪という、神様から切れてる。切れてるとね、例えば電気、なぜ今電気がついてるか、発電所とつながってるからですよ。発電所と切ってスイッチオフにしたら、ね、電気切れてしまう。同じように
神様を信じないということは神様の命が来ない、電気のスイッチがオフになってるじゃない。でも神様を信じたら電気のスイッチがオンになるように神様とつながるんですね。マイナスがプラスに変わる。こんにちは。マイナスがプラスに変わる。そしてそのプラスは掛け算になっていく。だから神を信じる人生っていうのは、ね、掛け算です。掛け算。もうマイナスもプラスも全部良くなっていく。そして全てが良くなる。その最後は天国だ。こんにちは。漫画聖書をお配りしております。でも神様を信じないでこの人生を終わってしまったとしたら、それは虚しい、死で終わってしまう。だから私たちを救うために2022年前イエス・キリストが生まれたんです。漫画聖書ね、僕たちにプレゼントします。よかったらもらってね。こんにちは。漫画聖書よかったらね、あそこでのお姉さんなんか配ってるからね、もらってください。皆さん、このキリスト教っていうのはね、マインドコントロールから一番遠い宗教ですよ。マインドコントロールって何かっていうとね、脅かし、飴とムチを使って脅かす。そしてそこから恐怖で離れられないようにするのがマインドコントロールなんですね。でもイエス・キリストはあなたに愛を語り、そして信じるなら救われる、その福音を語り、あとはあなたが選んでくださいね。無理やり押し付けることもない。まあ例えばですね、ラーメン屋さんに行ってね、いらっしゃい、でラーメンを頼む。塩ラーメン、親父塩ラーメン、はいよ、まあ、そうやってね、塩ラーメンドン、お待ち、まあ、そうするとね、自分でお箸を取ってラーメン食べますよね。ラーメン好きな方いらっしゃると思いますけど、それと同じようにね、神様あなたの前にお待ち、イエス・キリストを置いて、もしあなたが信じたければ、信じたら救われるよ。でも無理に押し付けてないよ。それがイエス・キリストの伝え方です。皆さん、だからね、自動的に神様は私たちを救わないんです。あなたの自由意志を尊重してる。あなたがもし信じたいなら、私はあなたを救う。神様の側では全部がもう準備できてる。あとはあなたの側です。もしあなたがイエス・キリストを信じるなら救われます。神様の側では全て終わってます。知ってましたか皆さん。だから今日伝えてるんですよ。あなたが信じて救いを受けてほしい、天国へ行ってほしい。だから今日私はあなたに伝えてるんですね。
うん、そうだと思います。待ち合わせされてるんですか。いや、なんか久しぶりにこっちに来る友達がいて、もうね、向こうが反対側の方の出口はもうちっちゃいところで、もうほとんどけど、メガネだとここしかないよなと思って、ついてるってメール来てるのにどれもなくて、どうなんでしょうね、なんかね。もう一個あるかな、どうかな、ないと思いますけど。怖いですよね。正面口って言った方がいいかもしれない、そしたらね。改札口、ありがとうございます。電動車の神田直樹です。漫画聖書、お願いしています。どなたかどうぞ。まあ、ね、ここ来て話聞いてくれてるかな、待ち合わせだとかね、待ち合わせだなと思ったらなんか聞いてくれてるとかね、いろいろありますけれど、まあ、人生一度だけ、まあ、たった一度の人生、聖書を一回読むぐらいいいんじゃないでしょうか。お姉さん、兄さん、こんにちは。漫画聖書、お友達にもよかった差し上げてくださいね。ありがとうございます。こんにちは。小学生のお嬢さんにもね、漫画聖書をお配りしたいと思います。こんにちは。自由が丘、自由な丘、皆さん、イエス・キリストが勝った十字架で死なれた場所はね、カルバリーの丘っていうところなんですよ。イエス・キリストは罪のために十字架にかかって死なれたんですけど、イエス・キリストが十字架で死んだことによって私たちを自由にしてくれる。皆さん、キリストを信じたらね、本当の自由が丘になります。キリストはあなたを自由にする。皆さん、自由が丘って名前いいですけどね、イエス・キリストを信じないと本当に自由にならない。その自由は十字架にかかって死んでよみがえった漫画聖書、はい、ありがとう。ちょっと待ってね。世界の、ね、23億の人がね、この聖書を読んで神の子供になり、あのクリスチャンになるってね、どういうことかっていうと、信じるってことはね、発電所とつながる、あるいは AC 電源につながるようなもの。皆さん、永遠の命っていうのはね、神と直結していつまでも生きている。イエス・キリストは、私はブドウの木、あなた方はその枝、そう、ブドウの木とつながったその枝はいつまでもいつまでも実を結びますよね。でも切り落とされたその枝はやがて枯れてしまいます。皆さん、切り落とされた枝っていうのが私たち人間なんですよ。だから人は死ぬ、そして焼かれておしまいだ。なんかまるで私たち人間のこと言ってるような、じゃあ自業自得だ、神はそんなこと言わない。神はあなたを諦めてない。あなたを救うために神が人間の姿を取ってこられ、そしてイエス・キリストが十字架にかかって死に、折れた、離れた、切れたその枝がもう一度つながって、もう一度命を得るように、キリストはあなたとつながり、
そしてあなたに永遠の命を与えてください。皆さん、イエス・キリストはあなたの救い主です。イエス・キリストはあなたの救い主です。私の弟子さんもイエス・キリストを信じなければ天国へ行けません。運転はできてもね。こんにちは。改札口を通って駅に入るように天国に行く改札口はイエス・キリストです。キリストを信じたら救われる。そう、また電池をつないだらね、なんか音聞こえなくなっちゃったなと思ったらね、そういうことです。イエス様、あなたを愛しています。こんにちは。漫画聖書配ってますよ。よかったらどうですか。お帰りなさい。伝道者の菅野直樹です。1ヶ月一度自由が丘の駅にイエス・キリストの愛を伝え、イエス様があなたを愛してます、愛してるよ、大好きだよ、私はあなたのもの。なんかね、こう物とされるっていうよりもね、私たちは2つの意味で神のものなんです。一つ目は神が私を作ってくれた。二つ目、神から離れたこと、それを罪と言います。私たちの祖先アダムとイブは神を捨てた。その子孫である私たちも神から切れてる。神を知らない、神に背を向けてる。これを罪と言う。でもその罪を許すためにイエス・キリストが私たちのために死んでくれた。皆さん、私たちを救うために買い戻してくれた。あ、こんにちは。漫画選手あげます。いかがですか。知らない人にはね、ついていかないようにね。でも聖書をもらってね、イエス・キリスト、あ、こんにちは。イエス・キリスト、あなたを愛しています。漫画聖書です。読んでみてください。読んでね。ありがとう。こんにちは。伝道者の神田直樹です。そして漫画聖書と聖書をですね、今日はお配りしております。自由が丘のあなたにお届けしたい、まあ、それはね、この聖書の中に入ってるんです。旧約聖書と新約聖書、これ何が違うか。旧約聖書っていうのはね、神様の約束が書いてあるんです。で、新約聖書っていうのはね、その約束が実現したよ。皆さん、旧約聖書は神の約束、新約聖書はその神の約束が実現したよ。だから神様は約束を守ってくれる方ですよ。そう、聖書ってね、一冊なんですけどね、神様は絶対あなたを裏切らないよ。約束を守ってくれますよ。そういう方だよ。皆さん、それをね、伝えるのがザ・バイブル聖書。今日でもね、もう聖書をたくさんの人がもらってくれたんでね、よかった、いかがでした。感謝いたです。よかったら、お呼びになってどうぞ一回読んでみたら、あ、聖書こんなもんだなって分かります。ぜひ読んでみてください。もうね、それは宝物を手にしたに等しいんですね。イエス様はあなたを愛しています。宝物。でも宝物を畑の中で見つけたその人がですね、畑を買って
畑を買ってその宝物を手に入れたって話があります。皆さん、宝物って何ですか？神様の宝物はあなたですよ。神の宝物はあなただ。神はあなたを作られた。そしてあなたのためにイエス様は十字架にかかって死なれた。だから、こんにちは、ザ・バイブル漫画聖書お配りしております。クリスマスツリーとは似てるけれどね、自由が丘デパート、すごいですね、なんかデパート、まあ、あのクリスマスツリー、それはですね、てっぺんに星がある、まあ、もうクリスマスの時期じゃないですけど、クリスマスツリーの、まあ、あれクリスマスツリーに似てるんでね、その話してますけど、てっぺんの星っていうのは、こんにちは、漫画聖書なんですけど、聖書はどうですか？読んだことある？教会は行ったことある？幼稚園かな。あ、そうですか。どうですか、ね、今はその聖書のやめちゃったの？幼稚園の時は信じてた。無理やり。まあ、私はね、ああ、そうか、その方ね、まあ、打った方がいいって言ってた人たちもそろそろ打たない方がいいって言い出したりね、うん、ああ、そうか、そうか、あの時の方ですね。そうですね、そうです、そうです、ね、もう一人だね、あの人打ってない、イエス様の歌愛してます。またねありがとうございます。自由が丘のあなたに今日キリストの愛をお届けしています。まず手始めに漫画聖書をお配りしています。イエスキリストを信じたら救われる。ジュキさん、休まず3時間聖書を待ってるんですね。あなたに知ってもらいたい、イエス・キリストの愛を知ってもらいたい。今日それがね、私の心、ハート、まあでもイエス・キリスト目に見えない、まあ、先ほどのご婦人の方が来てね、イエス・キリスト目に見えないから、目に見えればもっとね簡単に伝えられるのにな。だからね、もう伝えるしかない、宣言するしかない。イエス・キリストはあなたを愛してます。イエス・キリストは神様です。イエス・キリストは神様です。で、この日本的に言う神というのと聖書が語る神というのは全く違うってことをね、お話ししないとね伝わらないかもしれない。日本的に言う神っていうのは何か、それは人間が作った神、宗教が日本的な神なんですよね。仏教もそうだ、山の神、空の神、トイレにも神様がいるらしい。八百万の神々って言いますね、約30万いるそうです。
でもこれはね、人間が祭り上げ、人間が作り出した神々。じゃあ聖書が語る神ってどんな神なの？人間が作った神じゃない。人間を作ってくれた神なんだ。これがね、聖書が語る神様。すごいですよ。そういう神様がいる。そしてあなたを守っていてくれる。大丈夫だ。皆さん、キリスト教っていうのはね、大丈夫教ですよ。つまりですね、全知全能の神様があなたと共にいて、あなたを守ってくれる。だから大丈夫だ。そしてね、救ってくれるっていうんですね。第一番ね、イエス・キリストは十字架にかかってあなたの罪を許してくれます。こんにちは。罪を許すっていうのは、もう一度も罪を犯してないかのように見てくださる。こんにちは。お帰りなさい。イエス様があなたを大好きだって言っています。十字架の皆さん、ジーザスはあなたを愛しています。十字架にかかり、キリストはあなたのために死んでくれた。墓に葬られ3日目によみがえって今も生きています。キリスト信じたら救われる。自由が丘の皆さんよ、ぜひね、知ってください。イエス・キリストはあなたを愛しています。まあ本日3時間も街頭演説してね、だんだんとこうね、あの波があるっていうか、疲れてきたっていうかね、ちょっと飽きてきたんでね、この台の上でも乗ってキリストの愛を、十番家の皆さん、キリストはあなたを愛しています。聖書は、神は実にその一人子をくださった者にこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです、そう語ります。神はって語ります。神って誰でしょう。ふう、神は誰か。神は世界を作り、宇宙を作られたお方、それが神様だ。で、その神様の一人子であるイエス・キリストが生まれたんですよ。なんで生まれたか。私たちを救うためだ。神はその一人子をくださったほど私たちを愛している。まあ、今世界では、まあ、コロナの問題だけじゃなくてね、あの北朝鮮がロケットを飛ばす、あるいは中国が、まあ、台湾を取ろうとして、ロシアがウクライナを取ろうとして、まあ、こう外交問題、そして、まあ、いわば戦争ですよね、戦争。コロナもね、ウイルス戦争、中国もロシアも。でもそういう目に見えない、目に見える世界だけじゃなくてね、目に見えない悪魔が罪を持って人間を滅ぼそうとしている。でもイエス・キリストがこの地上に生まれて、この戦争を終わらせるかのように、その罪を許し、あなたを救うためにイエス・キリストをこの地上に送ってくれました。まあ、これが今日私があなたに語るメッセージです。こんにちは。私たちは信じる心が大切だって教えられることがあります。まあ、私がね、クリスチャンであり牧師だって言うとね、いやー立派ですね、信じるものがあるっていいですね。いや、褒められちゃったんです、あるおばさんに。で、その褒めてくれたおばさんはね、信じる心があるってことはいいよね、信じるものがない人より信じる心があるいいねって、こういう、そういう意味で言ったんです。
でも聖書はね、何でもかんでも信じればいいんじゃない。誰を信じるの？信じる相手が大切だ。そういうんです。信じる相手、神を信じなさい。神を信じる、その方は。こんにちは。なんか楽しかったですか？漫画聖書ねプレゼントしてますので、よかったらもらってくださいね。イエスキリストはあなたを愛しています。こんにちは。あ、キリストは私たち一回の人生を救うために来てくれました。皆さん、転んでも起きても泣いても笑っても人生は一回だけ。たった一回の人生、たった一回の人生。ユキさん、はい、そう、入ってる。何がですか？カメラ入ってる？入ってます。たった一回の人生、聖書を一回ぐらい読んでみませんか？食わず嫌いにならないようにしましょう。ある人がね、納豆が嫌いなんですよね。納豆で、納豆が嫌いだとね、納豆が好きな人と、ね、距離ができる、溝ができる。だからね、ある日納豆を食べてみたんです。案外美味しいじゃん。そう、食わず嫌いっていうのはそういうもんなんです。もう食わない前からね、もう美味しくない、やめとこう。聖書、食わず嫌いにならないでください。一度読んでみませんか？で、この聖書には神の愛が書いてある。そして私たち人間の罪が書いてある。そして私たちの罪が許されて救われるってことが書いてある。そしてこれから先どういうことが起こるかってことを聖書は語るんですよね。これから先どういうことが起こるか。苦しい時代に入っていくって言うんですよ。患難時代。皆さん、コロナなんて序の口ですよ。序曲、もう何でもないっていうぐらいですよ。世界は終わりに向かって、苦しい時代がやってこようとして、それをね、脅かそうとしてるんじゃないんですよ。本当にそういう世界がやってこようとしてる。まあ、例えばですね、地震が起こる、そして世界で戦争が起ころうとしている。経済的に、まあ、コロナ、地震、雷、火事、親父。地震、雷、火事、親父。親父って何か？親父って台風のことみたいです。竜巻がね、まあ、アメリカであるようにね、日本でも茨城県でつい先日起こったりね、漫画セッションをお願いしています。よかったら寄せてくださいね。ありがとうございます。もしね、聖書に興味あったらね、聖書もプレゼントしてますからね。ありがとうございます。地震、雷、火事、親父、まあ、怖いものを並べたようですよね。皆さん、神様がいれば大丈夫。イエス・キリストは高い天にいるのではなく、この地上に降りてきて、そして私たちを救うために人間の姿が来られる。考え方によってはね、人間っていうのは死ぬ存在だからね、ダメなように、そうじゃないんです。弱いけれど、神様から見たら人間ってね、愛してる存在なんです。だから神が人間の姿を彫ってくださったんですね。携帯持ってたらね、この QR コード彫ってくださったらね、はい、ありがとうございます。こんにちは、伝道者の加藤直樹です。まあ、本日はもう3時間もここで街頭演説をし、そして聖書を配っています。まあ、さっきから何を話しているか分からないぐらいね、なかなかね、講演会やるって3時間の講演会ってやらないですよね。でも自由が丘の皆さんにどうしても聖書を伝えたい、聖書が語る神を伝えたい。神様って言ったってね、
イエス・キリストって言ったってね、ほとんど日本の人たちは知らないんですよ。知ってますか？まあ、知ってたらね、手を挙げて来てください。ほとんど知らない。でも知らないけど、ああいいですいいです、ああ宗教ね、イエス・キリストが結構です、私は日本人ですから。まあそういうこと言う人多いんですよね。で、仏教がね、日本の宗教かっていうとね、仏教ってインドから入ってきたんですよ。日本の宗教じゃない。まあ日本の宗教、純粋に言えばね、神道です。神道だけ、神仏集合、まあ、神も仏も同じようなもんじゃないか。仏教はね、そうやって戦略的に。しかしね、キリスト教は世界のアメリカの宗教じゃない。私たち日本人を作った神様なんです。その神様が私たちを救いに来た、それがクリスマス。皆さんに今日そのメッセージをお伝えし、まあ、ラスト15分、10話から皆さんにキリストの愛をお伝えして、今日最後のメッセージを皆さんにお伝えしたいと思います。イエス・キリストはこう言いました。全世界に出て行って福音を伝えなさい。今日10万家でなぜそんなマイクを持って、そして皆さんどうぞもらってくださいって聖書をね、それは神様がそうしなさい、日本の全ての人に知らせなさい。聖書はね、日本の全ての人に信じさせなさい、そんなこと言ってないんです。知らせなさい。あなたはイエス・キリストを知ってますか？イエス・キリストを知ったら人生、価値観変わってしまう。だって愛されてるって言うんですからね、神から。皆さん、愛されてるってことはね、人生大切にしなきゃいけません。ところが日本の多くの人たちは、日本ってね、皆さん、このちっぽけな小さな国ですけど、ものすごくね、お金持ちなんですよ。 GDP 世界第3位。でもお金あるのにね、幸せじゃない国なんですよ。まあ、よくね言われますよね、貧しい国行くとね、その貧しい少年少女の目は輝いていた。貧しいけど助け合って、貧しいけど幸せだ、そういうのもいい。日本は金持ちだけど幸せじゃない。まあ、年間3万人もの人たちが自殺をする、異常です。皆さん、死にたいなんて思ったことありますか？死にたいほど辛いってことはあってもね、皆さん、神様を知らないと幸せじゃない。だから日本のように年間3万人もの自殺者がいる、そういう国。金はあるんですよ、金はある、平和だ。戦後78年間戦争がない、平和だ。ありがたいですよね。で、お金があるっていうのもね、ありがたいですよね。こんにちは。今アンナ聖書をね、お配りしております。え、牧師さん、牧師です。キリスト教、そうです。何とかさ、本当に全国でやってることに自分なりとか、世界中がおかしくなっちゃうよ。え、世界中がおかしくなっちゃう。ああ、だからイエス・キリストが来てくれと。いや、イエス・キリスト教は人間みんな罪人だって、50歩100歩みんな同じだ。だからね、イエス様来てくれる。お父さんも罪人だけどね、イエス様は救ってくれますよ。本当本当本当。あんたもね、でもどう救われる必要ないと思いますか？救われるじゃん。だってちゃんとさ、あんたは言ったかもしれないけど、とりあえずまあいいよ、頑張ってやって。はい、よかったらね、聖書もらってくださいね。ありがとうございます。
まあ、激励していただきましてね、ありがとうございます。まあ、ただね、人間っていうのは、みんな、高いも低いもない。例えばね、高い、上から、飛行機からね、地上を見たときに、高い山も低い山もみんな同じように見えるように、神様から見たら、私たち人間は同じようなものだ。比較したってしょうがない。でも神様はあなたの存在を愛してるんですよ。何ができるかできないか、人の世界、人間っていうのは何ができるかできないか、役に立つか、それで判断するじゃないですか。でも神はあなたの存在を愛してるんです。何もできなくてもいい、車椅子に乗って障害者でもいい、皆さん、そういう神様を知ったら人は変わる。人は何ができるかできないかであなたの価値を測るかもしれない。でもイエス・キリストはあなたの存在を愛し抱きしめ、そしてあなたを救うために、そう、あなたを救うために神が人間の姿になってこられ、皆さん、あなたの存在を愛し、そう、あなたを救うためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった。大好きだよ、愛されてるよ、大丈夫だよ。神はあなたにそう語っておられる。この世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、世に勝った。今日自由が丘の皆さんに神の愛、お兄さんもお姉さんもみんなみんな愛されてる。なぜ神が人間を愛しているのか、それは神が人間を作ったから。そうなんです。愛されてる感じがしない。皆さん、神が愛し、あなたを愛してるって証拠はね、あなたが生きてるってことが証拠なんです。もし神様があなた気に入らなかったらね、もうとっくに滅ぼしてるでしょうね。まあ、例えばね、もうお姉さんが今着てる洋服、好きな洋服着るでしょ、嫌いな洋服嫌いですよね。お父さんも大好きなお洋服を身にまとって歩いてると思います。好きなものを着て、好きなものを身の回りに置く。神様がもしあなたを気に入らないとしたら、もうあなたをとっくの昔にね、捨ててるかもしれない。でも神はあなたを愛して、あなたを大好きだから、あなたを捨てない、あなたを諦めていない。皆さん、私たちが生きてるってことだけで、それだけで神に愛されてるんです。お兄さんも愛されてるんです。ご存知でしたか？神に愛されてる、もうそれだけで生きていけます。皆さん、神の愛がどれだけ必要か、まあ、さっきから話してますけどね、日本ってこんなちっちゃな国だけどね、世界 GDP 第3位、金持ちですよ、日本は。でも日本人は幸せじゃないと言えるのはね、日本人の幸せ度っていうのは60番目なんです。金は3番目、幸せは60。皆さん、金があれば幸せだとしたらね、金があれば幸せだとしたらね、幸せも3位のはずだけどね、60番目って何だろう。幸せっていうのは金のあるなしとは関係ない。私は一つの答えを皆さんにお伝えしたいと思います。金があっても心豊かになるとは限らない。
金があるだけでは人は幸せにならない。だって金が神様になっちゃうんです。まあ、外国から来たね、あるお偉い社長さんがね、日本ってね、八百万の神々たくさん神様いると思ってたけどね、日本に来たら神様一人しかいなかった。でその神様誰かって言ったらお金だ。日本人にとっての神はお金だ。金のためだ。金か命か、金か命か、コロナか、コロナの中で金か命か。でも仕事のためだ。コロナがあったってね、職場に行くでしょ。お金のためだ。でも日本人にとっての神はおそらく金でしょ。でもそのままでは人は幸せにならない。皆さん、金っていうのはね、人のために使うものです。金は神じゃない。私たちにとって神は目に見えないけれど、私たちを作り、私たちを愛しているイエス・キリストだ。日本人の神が金であることをやめて、金は人のために使え、そして神に仕えて生きよう。神はあなたを愛しています。神と金、神と金、なんか神一人で似てますけどね、言葉は似てるけど神と金って全く違う。神に仕えよ、そして金は使え。金って道具ですよ。お金のために使えるんじゃない、金を使え。金のためだ。でもいくらお金あったってね、何兆円持ったってね、そのお金を使うための健康がなければ、お金を使って楽しむ時間がなければ、何の意味もない。皆さん、私たちそろそろ金を追求し、自己実現を追求するよりも、私たちを愛し、私たちを生かしてくれる神様を信じませんか。皆さん、これがね、今日あなたに伝えたいメッセージです。神に帰ってきてください。私のもとへ帰ってきませんか。母さん、こんにちは。漫画聖書をね、お配りしてます。もしよかったらね、ヒョウ柄っていうんですかね、虎柄っていうんですかね、かっこいいですね。イエス・キリストはお母さんを愛しています。おじさんを、おばさんを、お姉さんを、イエス・キリストを愛しています。2022年新しい年が始まっても、そろそろお正月ムードも、でもこの新しい年、人はどこからでも変わることができる。でも神はあなたを待っています。私のもとへ帰ってきなさい。神はあなたを待っています。私のもとへ帰ってきなさい。私の街頭演説はもうあと3分ぐらいで終わります。聖書は4つのことを語ります。人間は素晴らしい存在として作られました。聖書はね、人間を性善説で語るんです。性善説、人間っていうのは生まれつき素晴らしいんですよ。でも2番目、神を捨てて、そして人間は壊れてますよ。まあ、例えば私が使っている iPhone、まあ、これはですね、いい携帯です。ところがこれ水の中ジャッポンしてね、壊れたらね、役に立たない。皆さん、同じように私たち人間は素晴らしく作られたけど、罪のゆえに私たちは壊れている。今ダメな存在になっている。だから幸せを感じられない、人は不幸になってしまった。しかし皆さん、あなたを救うためにイエス・キリストが2022年前この地上に生まれました。
もう一度言いますよ。人は素晴らしいものとして作られた。しかし罪のように人は壊れてる、壊れてしまった。だから不幸になっている。でも2022年前、お姉さん、あなたを救うためにキリストはこの地上に生まれ、十字架にかかって死なれたんです。そう、そのイエスキリストを信じたら救われます。今日神のもとへ帰ってきませんか？神はあなたを待っています。 Waiting for you。 神はあなたを待っています。神を片思いさせないでください。神はあなたを待っています。私のもとへおいで、帰ってください。皆さん、今日最後にお訴えしたいと思います。私たちは今罪の状態にある。神に背を向け、神を知らない状態が罪。しかしその罪のままでは死で終わってしまう、不幸を味わうことになる。だからイエス・キリストが来たんです。皆さん、今日イエス・キリスト信じませんか？そしたら救われます。自由が丘の皆さんにそのイエス・キリストの福音をお伝えし、イエス・キリストを信じましょう。そうしたら救われます。今日皆さんにそのことを最後お伝えし、心からお勧めして、本日の街頭演説終了させていただきます。3時間この場所をお借りしてお騒がせしました。イエス様、あなたを愛しています。お帰りなさい。いってらっしゃい。お帰りなさい。イエス・キリスト、あなたを愛しています。また来月第2月曜日お会いしたいと思います。ありがとうございます。